私、ライフサイエンス統合データベースセンターというところから来ました、小野博正と申します。私の会はですね、先ほどの箕輪の会 と、大きくまた変わりまして、かなりちょっと専門的な内容に、なります。で、タイトルとしてはですね、生物学的解釈をするための遺伝子発現データベース解析ツールの使い方ということで、およそ2時間とちょっとですね、お時間いただいて、やっていきたいと思います。で、ここですね、先ほど紹介がありましたアジャックス58の資料のページなんですけど、ここに私の今回の実習のプロトコルが全部書いてあります。で、ですね、このページたどり着けてない方いますか？大丈夫ですか？これたどり着けないとですね、全部リンクをクリックして進んでいくので、つまらなくなってしまいますので、遠慮なくですね、後ろスタッフいますので、私の実習含め今後の実習ですね、後ろの TA にもし分からなければすぐ手を挙げていただくと、聞くことは恥ずかしいことじゃありませんので、そのために講習会やってますんで、すぐ何か言ってることがわけ分かんないとか画面がうまくついてこないとかっていう場合は手を挙げていただくと後ろからスタッフ来ますので、ぜひとも遠慮なく手を挙げてください。よろしいですかね？じゃあ一応手が上がらない限りは皆さんちゃんとついてこれてるという前提で話を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それで、このアジャックス薩摩のページですね、下の方行きますとこんな感じでプログラムが載っていまして、青いところがリンクになってますので、ここをですね右クリックしていただいて、新しいタブで開いていただいた方がいいかと思います。そうすると右側におそらく新しいページがこんな風に出てきてですね、こんなようなページが出てくるんじゃないかと思います。で、ここにですね、私配布資料も一応作ったんですけれども、基本的にはこのウェブのこのページに今回にやることが全て書いてあると、1番から十何番までどこどこをクリックします、何々を入力しますみたいな形でですね、まさしくその実験のプロトコルのような形で、今回のこのテーマのやり方ですねを書いておりますので、ここを見に来ていただく、ここのページはずっと残りますので、また例えばリンクが古くなったりすればこちらの方は新しく随時作り変えていきますので、最新版になるようになっていますので、こちらを参照ください。よろしいですか？このページ開いてますかね？大丈夫ですかね？はい。字が小さいとかありますか？もうちょっと、これちょっとあれか、こんなもんですかね。まあ一応皆さんお手元で見れてると思いますんで大丈夫だと思うんですけど、まあこのぐらいでやっていきたいと思います。はい。ということでですね、進めていきます。それで、ざーっと目を通していただいてですね、今日何をやるかということなんですけれども、いろいろこの講習会をやるにあたってですね、いろいろどういう内容をやると皆さんハッピーですかという形で、事務局の方からアンケート等々ご協力いただいてですね、テーマを選定したところなんですけど、その一つ、よくあるもう大体いろんな講習会に行っても必ずと言っていいほどやるんですけど、このいわゆる遺伝子発現のデータっていうのはいろんな、実験だったり健康研究の、いろんなところで使うデータの一つだと思うんですけど、それをもうちょっと活かしたいなと、活用したいなっていうご意見をですね非常に多くいただくというところで、たくさんこのテーマっていうのをやっております。で、そうですね、もうここに書いてある通りで読んで字のごとくなんですけれども、今回その時間が2時間あるといってもですね、たった2時間しかないという考え方もできるわけで、先ほど古川先生もおっしゃったように、そのこの2時間で全て使いこなせるようになるっていうのはなかなか難しいということなんで、そのエッセンスの部分をですね、今回皆さんにハンズオンでお手元のコンピューターを使ってですね、実際に使ってもらって、で感じてもらって、で便利じゃないなと思ったら使う必要はないと思うんですけど、ちょっとこれ使えそうだななんていうふうにピンと来られた方はですね、さらに深く勉強するような形になると思いますので、なるべく皆さん の心の何て言うんですかね、ピンとくるようなものをピックアップして紹介していきたいと思います。
はい、それで講習の流れとしてはですね、先ほどちょっと、紹介仕掛けた統合 TV っていうのをちょっと簡単に紹介します。あとそれ以外はですね、まず一個一個の個別の遺伝子の発現プロファイルっていうのを調べたいっていうような時にどういうものを使うと便利かなというところで、レフェックスというですね、これ我々が作っているデータベースの一つなんですけれども、これを使ってですね、いわゆる組織特異的遺伝子とかってよくこう研究のいろんな文脈で出てくると思うんですけど、それをですねワンタッチで検索できるよなんていうのを紹介しながらですね、このレフェックスの使い方についてちょっとレクチャーしたいというふうに思います。で、後半はですね、もうちょっと機械的な作業というか、例えば一個一個ではなくて、もう数十個、数百個、数千個みたいなオーダーのいわゆる遺伝子群みたいなもののリストだったり、何かそういう特徴的な遺伝子のリストを持っているっていう場合に、じゃあそこからどういう特徴が見出せますかとかっていう、いわゆる生物学的解釈とかっていうふうな話をよくするわけですけど、それの実際の方法についてですね、これもあまたあるデータベースたくさんあるんですけれども、その中から1つ2つぐらいをですねちょっとピックアップしてやると。ちょっとこれ気に食わないという場合は他にもたくさんありますので、その探し方なんていうのもですね、実際に説明しながら進めていきたいなというふうに思います。それでですね、一応講習に際してということで、実際にですね皆さんにデータベースウェブツールをアクセスして使っていただきますので、みんなで同時にアクセスするとサイトがつながりにくくなるというようなことが過去経験的にありますので、すぐなんていうんですかね、詰まっちゃったらこうリロードを連打しまくるとかやられる方いらっしゃるんですけど、そうすると余計にダメになるということになりますので、ちょっとですねおおらかな気持ちで、ちょっと動いてないんだなっていうような時は一息ちょっとついていただいて待っていただくと、状況が良くなるケースがありますので、そんな感じでちょっとやっていただければなと思います。で、もしみんなで一斉にやるとですね、なることはなるので、その場合はちょっとまた教えてください。はい、そして、これは先ほど私があれですね、申し上げたところで、分かんないところがあればすぐ挙手してくださいということで、お願いします。はい、ということで、この生物学的解釈の会のところでアンケートをですね、全体でアンケートをお願いしたんですけど、私が出題させてもらったアンケートはこの2点でございます。で、40名の方にご回答いただいて、統合 TV を知っていますかっていう質問と、自分で実験して得たいわゆる遺伝子リストですね、発現差のあった遺伝子とかっていうのをご自身でお持ちですかっていう、この2点を、聞きました。で、ですね、統合 TV についてなんですけど、これは、ざっとこう表でまとめてみたんですけど、およそ半分の方が、知らないですとか、聞いたことあるけどなんかよく知らないなみたいな、そういう方がいらっしゃったと。で、一方で、およそ半分の方、もう半分の方が、知っているよとか、使ったことあるよとか、実際に今も使っているよというふうにおっしゃってくれたということで、大体半々ぐらい。で、これが多いのか少ないのかっていうのが、いろいろ場所だとかにもよるんですけど、大体我々いろんな地方でこう講習やってるんですけど、大体感触として、そうですね、3分の1ぐらいは、知ってるよとか使ってるよとかっていう声が大体そんな感じなんですね。なので我々こういういろんなところにですね、出張でこういう講習会やらせてもらってですね、実際にこう啓蒙普及活動をするというようなことをやってるんですけど、意外に鹿児島大学の皆さんは使っていただいてるのかなというようなところがありましたので、こういう皆さんの聴衆なんだなというところで説明を進めていきたいと思います。で、あと下の方なんですけど、実際にこの数十数千の遺伝子リストの生物学的解釈をこれからやるわけなんですけど、やっぱり大事なのはあれなんですよ。テストデータをいくらこう解釈しようとしてもなかなかね、テンション上がらないですよね。上がらないんですよ、きっと。で、皆さんやっぱ研究者、研究やられてる方なんで、自分のやっぱり興味関心のあるテーマはすごくやっぱりモチベーションが高いと思うんですよね。なので、実際に持たれてない方はこれから
いくらでもですね、それを作る方法なんていうのはいくらでもあるわけなんですけど、まあ、もし持ってるよという方がいれば、まあ、テストデータは我々今回用意してるんですけど、まあ、それ以外にご自身のデータを実際にもう入れてもらってやっていただいても全然構いませんので、そんな風にしていただければなと思います。でもうすでに持っているという方が、まあ、およそ半数、まあ、18名近くの方がそういういわゆる生物学的解釈をしたい遺伝子リストを持っているということなので、非常にこの生物学的解釈の講習の会がやる意義があるのかなというふうに思っております。で、大規模発言解析の予定はないということで3名いらっしゃるんですけど、まあ、もしですね今回聞いていただいて、あ、ちょっとなんかやってみてもいいかなみたいなふうに思っていただければ幸いです。はい、ということでまずちょっとイントロダクションというか最初の話で、これは気軽に聞いていただければいいんですけど、まずその生物学的解釈をする前にいろいろですね、我々研究の現場でデータベースやウェブツールを使うっていうのは、まあ、日常的にですね皆さん体感されているところだと思うんですけど、その情報をどこから入手するかっていうので、まあ、いろんな例えば先生に聞くとか先輩に聞くとか同僚に聞くとかっていう以外に、じゃあ他にどういうのがあるかっていうと、なんかよくわからないよねっていうのが多くの実験系の生物学者の方の意見ということで、我々のライフサイエンス統合データベースセンターであるとか NBTC とかの方でこういうデータベースやツールの使い方を啓蒙しようという、まあ、ミッションがあるというところで、まあ、それに応える一つ の解決策の一つがこの統合 テレビ統合 TV というウェブサイトです。これも読んで自動ごとくというか、まあ、分かるようにですね、生命科学分野の非常に便利で使えるデータベースとかツールのですね使い方を動画で紹介しようというようなウェブサイトです。でこちら URL ありますんで、こちらまた右クリックして開いていただくと、まあ、このようなトップページがですね開いてまいります。はい、でこれ昨年のですね10月にウェブサイトリニューアルして、昔はもうちょっとこうポップな感じのウェブ、使われてる方はちょっとご存知だと思うんですけど、ポップな感じのイメージだったんですが、ちょっとこうスタイリッシュな感じにしたつもりなんですが、こんな感じになっております。はい、でですね、適当にここから探していただいても構わないんですけど、あとそれ以外に YouTube、 皆さんご存知ですね、 YouTube に統合 TV は全く同じ動画がですね上がっておりますので、変な話ですね、我々のこのウェブサイトがなくなってもですね、YouTube がなくならない限りは動画がずっと見れますので、ご心配はいらないかなと思います。はい、まあ、どちらで見ていただいても同じものが出てきますので、使いやすい方を使っていただくというような形で、昔はですね、よく停電とかで我々のウェブサイトがこう一時的にダウンしちゃうみたいな時があったので、まあ、それのバックアップとしてですね YouTube に上げてたような経緯があるんですけど、それで YouTube 版が上がっております。で YouTube いいところはですね、チャンネル登録とかすると、皆さんチャンネル登録とかしてますか？そうするとですね、更新情報がメールで届くみたいな YouTube のサービスがあるんで、まあ、そんなような形で例えば新しい動画が上がった時にいちいち毎回見に行くと大変じゃないですか、パブメドとかと一緒で。で、新しいのが出た時だけ教えてもらったら、ちょっと興味があれば見に行けばいいですよね。みたいなことも YouTube 使うとできますので、まあ、この辺はどうでしょう、皆さんの方が YouTube の使い方、手慣れてるんじゃないかと思いますので、あんまり詳しく説明はしませんが、まあ、こういうような特徴があります。あと YouTube はですね、再生スピードとか変えられるんですね。で、皆さん医学部の先生方で、やっぱりなかなか忙しいと。いうところでそんなずっと動画なんて見てられないっていうケースがあると思うんですけど、YouTube だと今、4倍速2倍速ぐらいまでは早送りしながら見ることができるので、まあ、そんなような機能もありますので、ぜひ使ってみてください。それで、まあ何本かありますんで実際に見ていただくと非常に分かりやすいとは思うんですけど、まあ、何をやってるかというウェブサイトのアクセスの仕方からですね、まあ、じゃあこの結果をどうやって解釈すればいいかなんていうところまで、まあ、操作の一挙手一投足が分かるというふうになってます。で、こういういわゆるデータベースとかウェブツールの紹介っていうのは、まあ、今までもよく書籍だとか
ウェブサイトとかでやられてきたんですけど、でスクリーンショットがこう撮ってあって、ここをクリックしますとか、図の2のここをなんとかですとかって書いたんですけど、その分かる人が作る説明書と分からない人が見た時に、それをやった時に意外にその分かんなかったり、なんで次この画面に行ってるんだろうみたいな、そういういわゆるまあ行間みたいなのが分かんないよねっていうところが、まあちょっと我々のところでありましたんで、まあ、そうだったらもうその画面がどうやって動いていったかを動画で撮っちゃえば、ね、誰が見ても同じ風に再現できるはずですよねっていうところで動画をやろうというふうになったわけです。それで、始めたのがですね、2007年の、まあ、7月8月ぐらいなので、今2016年なので、およそまあ8年ぐらいですか、8年ぐらい、やってるわけなんですけど、おかげさまでですね、つい先日に1000本動画が超えまして、YouTube 版だけでですね56万再生されているという、下に統計がちょっと出てますけど、こんな感じになっております。でこの56万という数字が多いか少ないかっていうのは、まあちょっとそのね、コミュニティによると思うんですけど、 YouTuber とかっていうとなんかね、1日何十万再生とかやるみたいなんですけど、まあ、いわゆるこういう学術サイトでなかなかこういう数字ってあんまりないかなっていうところは、我々自負しているところなんですけど、順調にですね、おかげさまで視聴数が伸びております。で余談なんですけど、これグラフが出ておりますが、ちょっとこう山あり谷ありなところあるんですけど、だいたいまあこう上昇基調なんですけど、こう季節性みたいなのがちょっとあるんですね。いつかの時期にガーンと下がって、いつかの時期にバーンと下がってるとか上がってるとかっていうのがあって、これよくよく見てみるとですね、いわゆるこの我々のサービスっていうのは、主な視聴者の想定層が、いわゆる大学院生ですとか、まあ、研究室に入りたての学部生の方とか、まあ、そのぐらいの層に、まあ、メインで見てほしいなと思って作っているところがあります。でそうするとですね、まあ、偶然か必然かどうなのか分かんないですけど、いわゆるその春先ですね、4月5月ぐらいっていうのはアクセス数が非常に伸びるんですね。はい、これだ、まさにその新入生が入ってきて、ラボに入ってきてですね、まず見なさいみたいな、これ見て勉強しなさいみたいな、いうような用途で使っていただけているのかなというふうな感じがします。それ大体ですね、秋からその12月ぐらいになってくると、まあ、だんだん下がってくると。そうすると、まあ、その時期になるとね、もう動画見て勉強してる場合じゃないんですね。もう実験しまくるしかないですね。修論書いたり卒論書いたりとかっていう、まあ、そういうフェーズになってきますんで、およそ冬になるとだんだん下がってくるみたいな、こういう面白い規則性がありまして、毎年そんな感じでこのガタガタが生まれてきています。はい、まあまあそんな中でもですね、なんか絶対数が上がってきているので、まあ大体こうバーッと上り基調になっていると、非常に良いことかなというふうに思います。直近で2015年の11月ですけど、月間でおよそまあ1万2000回ぐらいで、総再生時間でいうと1000時間を超えるぐらいっていうのが結構見られているというふうになっています。はい、それでですね、まあこういうサービスなんで、そのいわゆる講義とか講習の、まあ、皆さん授業とか担当されている先生方もいらっしゃると思うんですけど、いわゆるそういうところの参考資料ですとか、例えばラボで言えばですね、先ほど申し上げている通り、その後輩に教えるときにですね、教材として利用していただくのが非常に良い使い方の一つかなというふうに思います。例えば毎年ね、学生さん入ってくるわけですけど、パブメドの使い方をいちいち紹介するのってかったるくないですか？私はかったるくてですね、これを自分で作って自分の後輩に見せてたみたいなところがあるんですけど、まさにそういうふうに使っていただければ非常にいい使い方の一つかなというふうに思います。これを例えばここに載ってる動画でですね、紹介をして、例えばパブメドで論文を検索する方法を見ておきなさいと。で、使ってみて分かんなかったら自分に聞きなさいみたいなふうにすると、お互いハッピーですよね。後輩は気を使わないし、教える方は自分の時間取られないしっていうところで、ウィンウィンの関係になるというところで、こういうのを使っていただければなというふうに思います。であとですね、この講習でもですね、本家のサイトがつながらない場合が多々ありますので、そういう時にはちょっと同じような内容で統合 TV を作成しておりますので、まあ
もしダメだなっていう時はこのおおよその内容が分かるようになっておりますので、また復習等々にもですね使っていただけるように、あの下の方にリンクを書いてありますので、そちらもご活用ください。あと、生物学的解釈に関係して、まあ、いろいろツールがありますよっていう話をしたんですけど、今回紹介するものの以外にもうちょっと何か発言解析っていうような時に見たい場合は、タグをつけて、番組にタグをつけてましてですね、発言解析に関係するものだけでもまあこんだけ何本あるんですかね、すごいありますね。まあ、ピンからキリまでって言ったらちょっと変なんですけど、まあ、いろんな本当にあのタンパク質の発言から、ね、遺伝子の発言から、まあ、その他もろもろまで、あのいろいろありますので、あの、まあ、ざーっとこれを見ていただいて、なんかピンとくるのを探していただくというような使い方でも構いません。あとこの上の方にアジャックス講習会資料というのは、過去 の、 あのアジャックスの講習会 の、 あの実際の資料のページがですね、ここに飛んでいけるようになってますので、このちょっと一番上は今回の鹿児島のが、あのこれちょっと予定投稿みたいになってますので、これちょっと今見れないんですけど、例えば、遺伝子発現データベースの使い方とかってやるとですね、これは前回前々回かな、アジャックス青森でやった時、弘前大でやった時のですね、講習のこの様子というのが実際出てきてまして、この講習の様子を見ながら、今回今私がご紹介しているような講習のページがこう出てくると、まあこんなような形になってますので、ここからですね探していただければいいかなというふうに思います。で、そうですね、あのリニュー、10月にリニューアルしましたというお話をしたんですけど、その時にですね、ちょっとしれっとあの更新があってですね、実はこの統合 TV の番組一つ一つに、DOI って皆さんご存知ですか？論文とかに、よく書いてあると思うんですけど、あの書籍のここに DOI ってちょっとリンクを貼りましたが、 Wikipedia が出てまいりますが、デジタルオブジェクトアイデンティファイアっていうのの略なんですね。でこれ何かっていうと、いわゆる URL って変わる可能性があるんですよね。で変わっちゃうと URL だけメモってるとそこにたどり着けないってことがあるんですけど、この DOI っていうのは普遍の、これちょっと私が説明するにはですね、ちゃんと概要書いてありますんでちょっと読んでみてください。そうすると DOI は学術論文の分野でよく利用されており、ネイチャーやサイエンスのような学術雑誌の記事に付与されていると。よくなんかネイチャーの記事の後ろの方に DOI なんとかなんとかなんとかってこうネイチャーとなんとかなんとかって書いてあると思うんですけど、あれなんですね。あれです。で書籍についてこういろいろよく昔はまあ有名でこうついているんですけど、最近こういうウェブのオブジェクトにもですね、こういうものをちゃんとつけましょうと、ちゃんとこう元にたどれるきっちりした URL をつけましょうというようなあの動きがありまして、まあ、それにのっとってですね、これですね、こんなようなのがよく見たことあるんじゃないかなと。よくわからないそうな数字の羅列なんですけど、これちゃんと意味があるというものなんですね、はい、でこれをですね、統合 TV の各番組にもつけましょうよということで、あのつけております。でこれまああんまり嬉しいことってそんなにないのかなという、すぐに嬉しいことはあんまりないんですけど、例えばじゃあこの番組の DOI はどこにありますかというと、ここにですねあります。ここですね、 DOIコロン 10.7875 すら統合 TV なんとかって書いてあります。なので例えばなんかこの、まあ、あんまりないと思うんですけど、この動画を使ってですね何か素晴らしい発見をした時には、あの論文にサイトしていただきたいんですが、そういう時にちょっと URL 書くとかっこ悪いなっていうケースがあると思うんですけど、そういう時に DOI をちょっと書いておくと、なんか書籍を引用したっぽくなるので、あのそういう効果を期待しております。のでまあ、DOI っていうのはついてるらしいよっていうのだけ覚えていただければ結構ですので、もしご興味ある方はご活用いただければなというふうに思います。はい、でその下の説明はちょっと私がさっきしちゃいましたね。アジャックス講習会資料というのはですね、統合 TV からも参照できるようになってますよということで、どこにあるかっていうと、トップページのこの左側ですね、目的別に検索っていうところのところに、過去の、ちょっと2年前までの講習会なんですけど、講習会の資料がバーッとそれぞれ出ております。ので、今後の講習会はすべてここにですね、資料を蓄積していくような形になっておりますので、
ここからですね、参照いただければなというふうに思います。で、例えば、PDF で講師の先生が作ってくれたものに関しては、まあ、こんな感じでですね、PDF が紙芝居みたいにですね、こう、さっさっさっさこう見えるように、こんなふうな形で作ってますので、はい。ざーっと見たいとき、目通したいときに、わざわざ PDF ダウンロードするのもちょっとかったるいと思いますので、まあ、こんな感じで紙芝居をこう見ていくような形で見れます。で、動画もまあ実際こう喋ってる様子はここから見えるようになってます。はい。ということで、ざーっときましたが、まあ、もしですね、統合 TV 使っていただいて、いやだけど、我々の使ってるこんなに便利なデータベース、ウェブツールが載ってないなんてけしからんっていう場合もあると思います。まあ、そんな時にですね、番組のリクエストフォームっていうのがありますんで、こちらにですね、ぜひとも皆さんの汚いご意見、リクエストをですね、送っていただくと、我々のところにメールが必ず来ましてですね、目を必ず通しますので、もし何かある場合はですね、こちら送っていただくと大変ありがたいです。あと、この統合 TV は誰が作ってるかというところなんですけど、私一応編集というか、元締めみたいなのやってるんですけど、まあ、それ以外にですね、実際にこの動画を調査して勉強して作っていただくのは、昔からですね、学生さんが、活躍してくれてます。で、我々今ですね、ちょっと三島の遺伝学研究所っていうところにいてですね、地理的にちょっと遠いところにいるんで、なかなか学生さんが集まりづらいんですけど、それでですね、いろいろ工夫しまして、オンラインで動画を作ってもらうっていうような仕組みを作っておりまして、遠隔地でも全然 OK なんですね。鹿児島大学の皆さんでも全然 OK なんです。インターネットさえつながっている環境にあればということで、もし学生さんでですね、統合 TV を作ってみたいと、もちろん無償ではなくて実費をお払いしますので、もしいましたらこっそりでもいいですし、何らかの方法で我々にコンタクトしていただくと話が進められるかなというふうに思います。もしご興味ある方いたら教えてください。はい、ということで、ごめんなさい、前置きが長いですが、あと前置き最後です、これね。まあ、今回のですね、生物学的解釈っていうテーマで一応やるんですけど、まあ、それ以外にいろいろ知っておかなきゃいけないことっていうのはやっぱりたくさんあるわけなんですね。で、今回ちょっとその辺を割とすっ飛ばすところもあると思います。という場合に、よく分かんなかったという場合に、いろいろこう、まあ、本講習の内容をスムーズに理解するためには、まあ、こういういわゆる、例えばデータベースの ID とかってありますよね。まあ、ID の話なんかをちょっとちゃちゃ私なんかしちゃうと思うんですけど、ちょっとよく分かんなかったなという方は、ぜひ、この昨年9月の講習の話なんかをちょっと見てみるとですね、その辺は割ともうちょっと今節丁寧に、どうやって ID が決まってるかとか、この ID はどうやって判別すればいいかな、みたいな話をしてくれてますので、まあ、ちょっとこの辺当たるといいかなというふうに思います。で、あとは、ご自身でデータを持たれてない方が半分ぐらいまたいらっしゃるっていうことなんですけど、まあ、実際にですね、じゃあその、いわゆる誰でも使えるパブリックなデータベースから、自分の興味のあるデータを検索してですね、取得してさらにそのリストまで作っちゃう方法なんていうのも、実際に昨年の5月にですね、東京医科歯科大の方で講習会をやってますんで、この講習のレジュメを見ればですね、それができるようになっておりますので、もしちょっとやりたいな、本格的にやりたいなと思われた方は、ちょっとこちらを見ていただくというようなことで対応いただければなと思います。あとはこちらの医学部なんで、基本的にまあ人とか、まあマウスとかが基本、モデル生物は基本的には多いと思うんですけど、まあそれ以外のいわゆる非モデル生物みたいなものを、まあ人とかマウスみたいなモデル生物に見立てるためにこう ID を対応表みたいなのを作るとですね、こう見立てて解析することができるんですけど、まあ、そんなようなことをやりたいなっていう場合はちょっと古いんですけど、2012年の7月にですね、そんなような対応表の作り方についてハンズオンでやってますんで、こちらもご参照ください。あとは NGS データですね、次世代シーケンスで実験されてるなんて方も中にはいらっしゃると思うんですけど、まあ、それについてもね、あれなんですね、非常にリクエストが多いので、昨年の9月にですね、次世代シーケンサーに関連するデータベースツールですとか、あとは遺伝子発現をホップステップでやるというような内容の講習も開催しておりますので、次世代シーケンスに関してはこちらを見てください。今日はですね、主にそのマイクロアレイのデータが中心になると思います。さらにですね、この NGS 解析、マイクロアレイ解析よりもなんかすごい難しいんでしょみたいな皆さんイメージお持ちだと思うんですけど、まあ難しいんです。難しいんですけど、割とですね、こなれてきた感がここ
数年であります。で、我々の方もですね、こういう、実際の速習コースですとかハンズオン講習会みたいなものを、2年続けてですね夏にやってます。でこれ何かっていうと、2週間ぐらいですね、東京大学農学部の講義室に缶詰でいろはのイからですね最後までやるという結構やんちゃな講習会というか結構ヘビーな講習会になっております。で、それぞれ約50時間程度って書いてあるんですけど、これ全部動画をですね今回撮ってるように全て撮りまして、それでもう本当に例えば OS って何ですかみたいなところからチップシーケンスのデータの見方までやると、2週間でやると、それ全部撮ると大体50時間ぐらいになるんですね。なので教材はですねこういうふうに揃いつつあるわけです。なのでこれ全部無料で登録等々何もいらないので、時間と根気とやる気さえあれば誰でも NGS ができる時代になってきてるんですね。ということでいやちょっと何から勉強していいか分かんないななんていうちょっと言い訳はもう通用しない時代になってきてるんですね。なのでこの辺見ていただくと非常に高度な内容になってくるんですが、後半になるにつれて、ただ本当に基礎の基礎からやっておりますので、まあこういう感じですね。タイトルだけ見ていただくとこんな感じになっております。いわゆるコンピューターリテラシーとかサーバーの設計とかユニックスとかって聞いたことありますかね。ユニックスってなんだろうとかシェルスクリプトなんかこの辺嫌ですよね皆さんね。パールとかなんかうわーっていうふうに思われると思うんですけど、そんなに怖くないんです。面白いお姉さんがですね面白くこの辺は講習してたりしますん で、あとまあ配列解析だとかバイオ系データベースの概論、これは私が喋ってますがとか、まあこの辺大体勉強すれば通り一遍のいわゆる NGS 解析というんでしょうか、まあ、皆さんのイメージの中のバイオインフォマティクスというんですかね、まあ、その辺の人たちが、まあ、どういう、まあ、考え方っていうか、まあ、言葉遣いをしたりとか、まあ、いろいろ参考になると思いますので、この辺をですね、まあ、通り一遍見ていただくと、騙されたと思って通り一遍見ていただくとなんとなく概要がつかめてくるんじゃないかなと思います。はい、今日はちょっとやりませんが、まあ、そのご紹介でした。もし場所が分かんなくなったらこの、プロトコルのとこ見に来ればあるなというふうに覚えておいてください。はい、で早くもですね35分が経ってしまいました。ということで、今日前半が一応12時半までということで、進めていきますが、まず最初にですね、それでは早速実習でございます。で、一個一個の遺伝子の発現プロファイルを調べましょうということなので、このレフェックスと呼びます。リファレンスエクスプレッションデータセットっていう、データベースがあります。で、これを使ってですね、いろいろやっていきたいと思います。で、このウェブサイトはですね、まさにこれ読んで字のごとくで、エクスプレッションのデータのリファレンスを整備しようっていう、そういう試みです。で、パブリックなデータ、誰でも使えるデータが世界中にあるってことは皆さんご存知だと思うんですけど、そうは言ってもなかなかね、普通の実験してる人が使えないじゃんみたいなことを皆さんおっしゃるので、まあ、それももちろんごもっともで、結構大変なんですね。使えるようにするまでっていうのは。それなのでそれを使えるようにしておくべきなんですけど、じゃあ何をどうすればいいかっていうのでいろいろ我々も考えまして、でもまあ最初にいわゆるノーマルな状態っていうんですかね、正常組織とか何の処理もしてない培養細胞とか細胞核とか、まあそういういわゆる本当のリファレンスね、参照になるようなもののデータをですね、我々の方で目で見て集めてきてですね、まあそれを比較できるような形で並べていると、そういうようなものだと思ってください。で、遺伝子発現データっていってもいろんな方法で測定されています。いわゆる EST ですね、 EST ってご存知ですか、昔からやってるエクスプレスシーケンスタグっていう昔ながらのシーケンスする方法ですね、レガシーな方法ですが、まあ、それですとかジーンチップとかマイクロアレイですね、これで、あと KG とか RNA シーケンスっていうのはいわゆる次世代シーケンサーで配列を読んでそのカウント数を数えるみたいな、まあ、そんなような形でいろんな方法でですね発現情報で得られてるんですけど、まあ、この4つをですね我々代表的に取ってきまして、まあ、これらによって得られた正常組織ですとか培養細胞細胞株の遺伝子発現データを検索閲覧可能なシステムっていうのを作っております。
で最近新たにですね、あのファントム5っていうあの理研の横浜の研究所でやられている大規模なそのトランスクリプトームのプロジェクトがあるんですけど、まあ、そのデータっていうのを追加してます。でこれすごくサンプルがたくさんありまして、人で556種類マウスでまあ300種類ぐらいの、延べ両方で800種類ぐらいのサンプルをですね、あのこのレフェックスのインターフェースであの検索ができるようになってます。あとですね、あの、まあ、どういうデータが載ってるかなんていうのはですね、このレフェックスについてっていう方、もしご興味ある方は見ていただければなと思います。すべてあのフリーで使えるデータを使っております。で、最近ですね、このレフェックスを使ってですね、あの論文に引用したケース、引用していただいたケースっていうのがぼちぼち出てきております。でレフェックスで検索、あの検索して皆さんが閲覧していただいたデータ、どれを使ってもですね、全てあのどのように使っても OK っていうライセンスになってます。あのクレジットだけしていただければ OK です。まあ、クレジットっていうのはつまりそのライフサイエンス統合データベースセンターのレフェックスっていうところから取ってきましたよっていう情報だけ書いていただければ、どのように自分で加工していただいても構いませんし、あの自分のものであの商売に使っても構わないですっていうライセンスで出しております。であのこの論文見に行くとですね、オンコジーンという雑誌にあの実際にですね、レフェックスアナリシスとしてですね、あのまさにそのリファレンスとして、あのがんの研究をされている先生なんですけど、あの まさにその正常組織の段階でその遺伝子がどのぐらい出てたかっていうのを、あのいわゆる遺伝子の絞り込みにですね、使っていただいたっていう、まあ、そういう内容の論文になっておりますので、まあ、もしご興味、あの、まあ、医学部の方なんで結構ご興味あるかなというふうに思うんですけど、まあ、もしあのご興味あれば中身見てみてください。で、このツールでですね、できること、まあ、いろいろあるんですけど、あの4つ、まあ、箇条書きで書き出すとですね、まあ、この4つがあります。で、正常組織における遺伝子発現データを調べるっていうのは、まあ、再三申し上げている通りで、あとはですね、あの4つの実験手法を並列で並べてますので、まあ、測定手法によって、まあ、同じ遺伝子でも例えばどのぐらい発現の差が見られるのかっていうのは比較することができます。で、これ皆さん意外に知らないんですけど、いろんな方法でやると全然バラバラになったりする遺伝子ってあるんですね、やっぱり。なので、まあ、その辺が見えてきます。で、あともう一つは、あの、実習でやりますけれども、組織特異的遺伝子っていうのをワンタッチで、検索することができます。で、さらにはですね、遺伝子発現解析などで見出された不詳な遺伝子群って書いてあるんですけど、これいわゆるその皆さんお持ちでいらっしゃる、いわゆる遺伝子リストですよ。遺伝子リスト100個とか200個とかお持ちだと思うんですけど、まあ、それぞれ関係がよくわからないですよね。突然出てきただけで。っていう時に、あの、並べて表示するとですね、あの意外に見えてくるものっていうのがあるんですね。っていうふうな、そういう使い方ができるように設計をしております。ので、まあ、実際にこれも紹介をしていきますので、実際にあの皆さんのマシンで動かしてみましょう。はい。ということで、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索するということで、実習1いきたいと思います。で、非常に簡単ですので、あの皆さんもどんどん進めてくださいね。レフェックスは止まる可能性があります。ので、あのどんどん分かる人は、先に進んでください。わからない方は私前でこう画面実際に動かしていきますので、ついてきてください。で、これ復習用にあの統合 TV ありますので、あの何度も見れます。で、まずレフェックスを開いていただいて、右側に開いていただくといいかと思います。で、隣にプロトコルを用意していきましょう。あるいはまあ、ブラウザをこの何て言うんですか、なんかこう引っ張ると別の窓になったりしますよね。まあ、こんなように、まあいろいろやっていただいて構わないんですけど、自分のやりやすいようにですね、ちょっとやってみてください。こんな感じ、2つにこうつける、いや分けるといいかもしれないですね。こんな感じでね。はい。それで、開きましたか皆さん。トップページが。こんなページが出てきているんじゃないかと思うんですけど、よろしいですか。はい。ということで、まずはですね、まあ、組織特異的遺伝子を調べようということなのでやっていきたいと思いますが、画面中央に、組織特異的に発現する遺伝子を見るってありますね。臓器のこのアイコンがあると思いますが、ここにこうマウスオーバーしますと、
まあ、これ大分類で今10個出ていますが、あの全部足すと40個実はあります。で、まあ、脳だとこんだけバーッとたくさんあったりとかします。これ消化器系とか、肝臓は肝臓で1個しかないんですけど、あと左肺とか、こういう感じですね。で、今回はちょっと例として、肝臓をやっていきたいと思います。なので、肝臓を特異的に調べたい場合はこう肝臓をクリックします。今2番をやりました。で、画面が変わってですね、出てきてますかね、皆さん。こんな画面が出てきていると思います。3番ですね、これがあのいわゆる検索結果の一覧っていうのが表示されていると思います。で、検索結果の一覧ではですね、まあ、いろんなことができるんですが、まあ、相当項目の切り替えですとか、さらにここから絞り込んでいく方法、またはリストへの追加ができますって書いてありますが、これ手順11以降で解説しますので、まあそんなもんだと思ってください。で、次4番いきます。で、各遺伝子の青い部分っていうのをクリックすると、その遺伝子の詳細情報っていうのが検索できます。で、今回はフィブリノーゲンアルファチェーンって書いてありますね。上から2つ目かな、2つ目、これですね、フィブリノーゲンアルファチェーンっていうこの青い部分をクリックします。そうするとですね、詳細情報っていうのが出てきました。で、今これから5番ですね、5番の説明です。で、これを見ていただくとですね、まずここにあの発現マップオンボディーパーツ 3D っていうのがありますけど、これはあのちょっと余談なんですけど、このボディーパーツ 3D っていうのもですね、あの我々の DBCS が開発しているあの人体の 3D 模型っていうんですかね、っていうのに遺伝子発現の値をこうマップしてですね、ヒートマップで表示するっていう、そんなものを作っています。で、この辺ですね、これ全身が今出てますけども、真ん中を押すとこの体幹の部分がクローズアップされた絵になります。あとこの右側は頭の絵になります。こんな感じですね。で、まあ、今回肝臓なので、まあね、で皆さん医学部です、まあ、どこにあるかなんていうのは、まあ、もう火を見るよりも明らかなんですけど、まあ、例えば小さい臓器とか、あとあんまりこうメジャーじゃない臓器をどの場所でっていうのは、なかなかこうそらんじて言える人はなかなか医学部の人以外では難しいケースもありますので、まあ、そんな時に直感的にですね、あの目で見てどこが発言が高いのかなっていうのが追えるようになっています。で、ちょっとこれ辺でアニメーション表示とかってやるとですね、この絵がぐるぐる回ります。はい、なので例えば背中側にあるあの腎臓とかは回転させた方が見やすいというような絵になっております。で、これ例えばこれ今肝臓だけで特異的に発言してるんで、ちょっと何も面白くないんですけど、なんか複数臓器でたくさん出てるようなものがもしあると、その箇所だけが色が赤っぽくなってくるというようなあのことになりますので、非常に視覚的に見やすいかなというふうに思います。で、これはあの余談ですが、右クリックするとあのこのぐるぐる回ってる画像はあの GIF 画像、GIF 画像になってますので、あの実際にこの回ってる様子が動画であの再生されますので、あのいわゆる授業とかで使いたい場合はですね、ここを使っていただければ自由に使えますので、もしよろしかったら使ってみてください。あと皮膚を出しちゃうとですね、あの全部覆っちゃうので、あのデフォルトでは消してあります。こんな感じですね、皮膚と骨格筋が、骨格筋のたくさん出てるものだったらいいんですけど、骨格筋全く出てませんので青い人になっちゃいます。はい、で今5番を説明しました。で、6番、いきます。組織40分類別データって書いてますけど、これがあのレフェックス の、 あのご本尊というか一番大事なデータなんですけど、これですね、これが実際の、4つの実験手法で取られた、こう横がですねサンプルの名前がこう出てますけれども、40個並んでます。こんな感じですね。で、こうマウスオーバーすると実際の発現地みたいのがこう出てきますので、で今回は、肝臓特異的遺伝子ということで、肝臓ここ もう一目瞭然なんですけど、ここに肝臓ありますね。で、他の臓器ではほとんど出てないんだけど、肝臓だけで非常に高い発現をするっていうようなデータを
あらかじめこれは我々の方で、計算をしてですね、並べています。でこれ必ずしもいわゆる何て言うんですかね、生物学的に正しいとは限らないんですね。っていうのはこういうたくさん のバイアスのないデータを集めてきて、これどうやって計算してるかっていうと、他の臓器ではほとんど出てないんだけど、ある臓器、今回は肝臓ですけど、肝臓では外れ値みたいに高いデータを示した時に、それはおそらく組織特異的遺伝子だろうっていう、その計算上の値なんですね。なので本当に体の中で生物学的なに特異的かっていうのは、まあ、別のデータを当たらないともちろんいけないと思うんですけど、ノンバイアスのデータをこう探っていくと、まあ、こういう発言パターンでしたよっていう意味合いです。ちょっとわかりますかね、ちょっと難しいですかね。そういうふうになってます。なので一個一個僕らが目で見てですね、本当に生物学的に正しいかどうかは調べていませんっていうところだけ注意してください。ただ発言パターンとして僕ら何のどこに手を加えてるわけでもなくて、発言パターンだけ見てた時に肝臓だけで高いというようなものを抽出してくると、こんな形になりますというふうな、やり方です。はい。で、ここダウンロードっていうのがありますけど、ここをダウンロードするとこのフィブリノーゲンアルファチェーンの40分類のかける4、この4つの手法別のデータが Excel でダウンロード、タブ区切りですけどダウンロードして Excel で見ることができるようになってますので、実際のこの発言の値を実際にもう一覧して見てみたいっていう場合は、ダウンロードしていただければ結構です。今7番をやりました。で次8番をいきます。でプローブセット ID 下の方に行くとですね、実際にこの ID、 この遺伝子についているいわゆる ID とかオーソログとか染色体の位置の情報とか、あと遺伝子ファミリーとか遺伝子オントロジーの情報が出てまいりますが、まあ、これそれぞれいろいろ意味がありまして、実際にそのオリジナルのこれだと、例えばレフセイクの ID だと NCBI のサイトに飛んでいきます。この情報って皆さん使ってますよね、レフセイクの情報。これ多分世界中で一番と言っていいと思うんですけど、一番精度の高い、人の目で見てアノテーションされたデータベースの一つですよね。配列のデータベースです。配列のリファレンスのデータベースだと思います。その一つだと思います。で名前が似てますよね、レフセイクで我々レフ X なんですね。だこれをちょっともじってるというか、こういうふうにしたいんです。我々は配列のデータベースはレフセイクですけど、エクスプレッションは我々レフ X のところで、いいデータがこうたくさん集まってくるといいなという願いを込めてこういう名前を付けています。はい。でですね、ごめんなさい話が飛びましたが、8番はプローブセット ID の話をしてますが、プローブセット ID っていうのはここで上から4番目にありますが、これをクリックするとどこへ飛ぶかというとですね、これ実はちょっと今までと違いまして、ちょっとクリックしてみてください。そうするとなんか謎のサイトが出てきましたね。 GGRNA って言います。ググるなって読みます。これありがとうございます。ここ笑うところなんですね。はい、ただ出落ちではなくて非常に使えるデータベースなんです。これでこれ我々が作っております。ググルナーですね。DBCLS のこのメソ博士さんという人が作っております。これは私と一緒に同僚で働いている人間なんですが、こういうサイトを作ってます。で、これ某巨大検索サービスサイトの色合いとちょっと似てますけど、まさにそういうことなんですね。こういういわゆる配列のデータって皆さん Google 検索したことありますか？そうすると、なんかね、検索したらすぐ出てきそうなもんじゃないですか、自分の知りたい情報が。ただやっぱ出てこないですね、この配列だけ投げても Google さんの方では。なのでググルナなんですね。ググっちゃいけないんです、配列は。なのでググルナでググろうみたいな、そういう覚え方をしてください。ググルナです、ググルナ。もう絵は見た目は皆さん覚えられるんですけど、なかなかねちょっとググルナ覚えてください。はい。で、ごめんなさいね。これ、名前だけじゃないんです。で、ですね。
レフェックスでプローブセット ID って検索してるの、これあのアフィメトリクスのマイクロアレイの ID なんですね。これあのマイクロアレイ実験された方は分かると思うんですけど、このなんちゃらなんちゃら SAT とかっていうところにフィブリノーゲンアルファチェーンがコードされてる、コードされてるか、そこにプローブが設計されてるんですね。でじゃあ実際にじゃあプローブ設計されてるっていうけど、どこに設計されてるかって皆さん考えたことありますか？これ意外にですね、あのマイクロアレイやられてる方も あんまり考えたことないっていう人が結構いらっしゃるということが、講習会なんかやるとよくご意見いただくんですけど、これもうですね検索結果が出てるんです。この 205649SAT で検索すると、これ一瞬で今検索結果返ってきてるんですね。でこの Seek なんとかなんとかっていうのが、これがマイクロアレイのプローブの設計されてる位置の情報なんですね。ここをクリックしていただくと、ですね、人のフィブリノーゲンアルファチェーンのなんちゃらなんちゃらメッセンジャー RNA で、これ何を検索しているかっていうと、先ほど出したレフセイク、世界で一番精度の高いと思われるトランスクリプトのデータベースがありますけど、そこのこのエントリー見たことありますかね。これこのクソ長いこのこういうエントリーがあるんですけど、これの知ってる方は知ってると思うんですけど、一番下にこの配列のデータって出てるんですよね。プライマー作るときとか皆さんこれ使いますよね。で、これのここにありますよということなんです。わかりますか皆さん。これの情報ってなかなかね、出てこないんですよ。アフィメトリックスのウェブサイトに行ってもですね、難しくてわかんないですね。なんですけど、Google などで検索をするともうほんの一瞬でですね、返ってくると。あ、で、ごめんなさい。下の方にありましたね。で、これ全部、アフィメトリクスのマイクロアレイって10個とか20個とかのプローブがこう一緒にデザインされてるんですけど、それがどこに立ってるかっていうのが分かるわけです。そうするとこんな感じなんです。重なってるところは濃い緑色になってるんですけど、こんな感じなんですね。でここから分かることは何かというと、お尻の方にデザインされてるんですね、プローブって。当然なんですけど、削れていっちゃうんで。なので、お尻の方で設計されてるってことは、お尻の方の発現状況を見てるんですよね、マイクロアレイのデータっていうのは。なんですけど、例えば、トランスクリプトバリアントの研究されてる方なんかで、例えば、この頭の方が結構重要なトランスクリプトとして、バリアントがあるよ、なんて、研究されてる場合は、あんまりこれのデータを参考にしちゃいけなそうな感じがしませんか？お尻のデータ見てるんで、あまりバリアント関係なさそうだなみたいな話になるわけですよ。でそうするとこれ読み違えちゃうと、ちょっとミスリードしちゃうというか、話が変わってきちゃうというか、いうふうなことがあるので、結構一個一個のデータを見ていくときは、こういうプローブの情報も参考にしないと、正しい結論が得られないケースっていうのがやっぱ出てくるわけなんですね。なので、詳しくなってくるとこの辺調べたくなるんですよ。プローブがどこで設計されてるのかなと。この発現データっていうのは。っていう時に我々もそんな思いになりまして、そしたら検索できるサービスがなかったので、じゃあ作ろうみたいな形で作ったのがこの Google、 Google のはそのために作ったわけじゃないんですけど、一つのサービスとしてこんなものがあります。でもっと余談ですが、 Google のはもうですね、まさにその遺伝子を Google のように検索できるというものなんですね。で NCBI の RefSeq のトランスクリプトを全文検索するんです、高速で。なので、フリーワードで検索してもいいですし、マイクロアレイのプローブでももちろん検索してもいいですし、まあ一番よくやられるのは塩基配列をけ検索するって方法ですよね。例えば、プライマー、論文にプライマーの配列が載ってて、本当かなと。このデータちょっと信用できねえなみたいな時に、じゃ実際に本当にこの配列が、その目的とするトランスクリプトのメッセンジャーをちゃんとこう当ててんのかと。いうようなのを調べるときってどうですか、皆さんブラスト検索したりしますかね。ブラストとか、あとブラッドですかね。まあそれよりは多分こっちの方が早いし、非常に精度が高いと思いますんで、今後はですね、ブラストを捨てようと我々は言ってます。このグーグルなでぜひ一度検索をしてみてください。怪しいプライマー配列があったときはですね、これで探してみると、あれなんだ違うとこにプライミングしてるじゃんみたいなことがもしかしたらわかるかもしれないですけど、はい、そんなようなの、これも本当この一瞬です。
僕らは別にデータをキャッシュしてるわけではなくてですね、もう一瞬で返ってきますんで、双方差もこのスピードで返ってきます。ブラスト検索すると皆さんコーヒー飲みに行きますよね、大体ちょっと一服しようかなんて。そんな暇はありません、もうすぐ返ってきますので、こういうスピードで返ってくるサービスというのも作っております。でこれの兄弟サービスでトランスクリプト検索するんだったらやっぱゲノムを検索したいよねっていうのはまあ人情ですよね。なのでこれトランスクリプトです。でゲノムはゲゲゲノムっていうのを作っています。はい、ゲゲゲノム超絶高速ゲノム配列検索です。こっちはゲノムです。今やったことをゲノムでやろうというふうなイメージで考えていた。トランスクリプトならグーグルな、でゲノムだったらゲゲゲノムと、こう覚えてください。はい、でまあやり方はもうほぼ一緒で、もう同じですね。こういうところをクリックするとゲノム上にこの塩基配列がどういうところにありますよと、ミスマッチとか挿入検出もオプションで入れることができますので、まあ、こんな用途にも使っていただければなと思います。結構検索に時間をかけるのが結構面倒くさかったりするしますよね、まあ、そこのところの負担を軽減できるというところがあります。ぜひご活用ください。これちょっと本論ではないんですけどいう、いいサービスですのでいつも紹介しております。はい、でごめんなさい、レフェックスに戻ります。で9番のリレーショントロジーっていうところをクリックすると、ジーンオントロジー、ジーンオントロジーを初めて今日聞きましたという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。大体 5、6% ぐらいですかね。まあ、およそ皆さん知ってらっしゃるということで、わからない方はこの辺別のブログが今リンクしてありますが、ジーンオントロジーってこういうもんですよっていうのが書いてありますので、ちょっとこっそり読んでみてください。いわゆる遺伝子の辞書みたいな、遺伝子の機能の辞書みたいなので、皆さん何ていうんですかね、論文を書くときに自由に書くんですよね。その自分の知ってるように書くんですけど、遺伝子の名前とか機能とかを、それをそうするとコンピューターで処理するときにコンピューターはそこの差がわからないので別のもんだっていうふうに判断しちゃうので、そうじゃなくて統一な語彙をちゃんと作ってあげて、こういう機能があるときはこういう語彙をつけましょうっていう、まあそういう、まあ、壮大なプロジェクトの一つです。で、よくこういう生物学的解釈をするときにこういう語彙を使ってものを解釈するんですけど、まあそれの道具の一つですっていうふうに覚えておいてください。で、大きくそのバイオロジカルプロセスとセルラーコンポーネントとモレキュラーファンクションというこの3つの柱でその辞書が整理されているというふうにまあイメージしていただければ OK です。はい、ということで、ごめんなさい、これですね、GO のこの0007596ブラッドコアギュレーションっていうところをクリックしていただくと、ブラッドコアギュレーションなんで、ああ間違えた、こっちですね、ブラッドコアギュレーションなんで血液凝固ですよね。血液凝固に関係している遺伝子っていうのが今レフェックスに入っているものの中で1800件ぐらい遺伝子がそれに関係するということが知られているものが出てきます。なので遺伝子名だけではなくて、そういう機能別ですよね。例えば転写活性が知られて、DNA にバインドして転写活性を何々する、レギュレートする働きが知られているとかっていう、そういう括りでも検索することができるというふうになってます。はい、それでまあ大体こんな感じです、通り一遍の使い方としては。であとですね、その1個戻っていただいて、またフィブリノーゲンアルファチェーンに戻るんですが、でファントン5のデータが追加されましたよという話をしましたが、それはどこで見れるんだということで、この一番上のここです、タブになってまして、これが細胞株初代培養細胞生体組織胎児組織ファントム5ケージって書いてます。ここをタブでこう切り替えられるようになってます。でここから参照できます。今10番です。でこれビューアーのファントム5用のビューアーをちょっと今作ってまして、上がですね拡大図、下が全体表示っていうふうになってます。でこれなんでこんなちょっと分かりづらいふうになってるかっていうと、これ、500サンプル以上あるので、なかなかこう一つの画面に収めるの難しいんですね。でこの下っていうのはこれです。でこれ全部一個一個が一個一個棒が立ってますけど、これ一個一個がですねサンプルです。でこれここをですね、この白いところをドラッグして動かすと、こう動かせます。そうすると上の
拡大図と言われるところがですね移動しているのが分かると思います。でそのこの下の絵と上の絵がこれリンクしてるんですね。ちょっとスケールが違ってるんで大きさが微妙に違う時もあるんですけど、まあ、こんな感じで全部が見れる。でこの辺ちょっと見ていただくとこれ一個一個がサンプルになってるんですね。こういうふうに。でここにこれ窓がありますけど右上にここにサンプル名と分類が出てきてます。ちょっと分かりにくいんでこの写真で解説してますが、ここにサンプル名が出てきてまして、でこれ一個一個ここの黄色と黄色は対応してるんですね。こうやってでここはドラッグしながら動かせますよって書いてます。で今回、肝臓特異的遺伝子を調べたんでちょっとここにじゃあリバーって入れてみましょうか。リバーって入れてみるとですね、リバーって入れてみるとサンプルの名前にこの文字列リバーっていうのが入ってるものっていうのが色がオレンジ色で表示をされています。そうするとこことここにオレンジ色がなってますね。なのでこのサンプルっていうのは何かサンプル名にリバーなんちゃらっていうのが入ってるわけです。で見に行くとリバーアダルトって書いてるわけですね。で、リバーアダルトはまあそれはそうだろうと思うんですけども、じゃあもう一個なんか高いのがあるぞと右の方にちょっと気になりますよねこれ。で見に行くと何かっていうと、こっち胎児のリバーなんですね。っていうふうに今までのこっちの正常臓器40分類では胎児のサンプルなんかなかったんですけど、これファントム5のいいところで非常に広範囲なサンプルを測定しているんですね。なのでこう、まあ、一部全部ではないんですけど一部の組織については胎児組織なんかもサンプリングされているので参考になると思います。ここはもうちょっとやりだすとですねいろいろできるんですけどちょっと時間の関係で飛ばします。ちょっとご自身の自分のサンプルと興味のある遺伝子とかでやってみてください。で検索結果一覧に戻ります。11番ですね。なのでちょっとここはもう一回戻るボタンでもう一回戻ります。この画面でこの画面なんかうまく戻らない場合はですねこの家紋みたいなところをやるとトップページに戻りますので、そこからもう一回肝臓を押してください。そうすると検索結果一覧に戻ります。でここからソート項目を切り替えて結果を変えるということなんですけど、まあ、変えられるところはですね、まあ、このソートっていうところとあとここに検索条件っていうのがあって、いわゆる遺伝子の名前ですとか組織特異性ですとかオントロジーとかファミリーで絞り込めるようになってます。で今肝臓特異的な発現パターンを示す遺伝子っていうのが470個出てきてるんですけど、470個全部一個一個目で見るの大変なのでここからちょっと少しずつ絞っていきましょうということでやってみます。12番です。これからで絞り込み検索をやってみます。左のバーからじゃあ遺伝子名にリバーを含むデータ、遺伝子の名前にリバー例えばスペシフィックなんとかジーンとかっていう風なものがじゃああるのかどうかっていうのを調べたいときは遺伝子名条件なしをクリックしますとこんな感じでウィンドウが出てきますので、ここにリバーと入れて含む場合はインクルードを押してください。でリバーはいらないよっていう場合はエクスクルードしてください。で今回は欲しいのでインクルードの方で絞り込んでみます。そうすると470件あった先ほどのレコードがもう13件になるわけです。だから肝臓特異的発現を示す遺伝子の中でかつ遺伝子の名前にも明確にリバーってついてるのが13件あるということになってます。で次にじゃあ逆にですねこのエクスクルードしてみましょう。で今度なんかこのソルートっていうこれはもういらないと。これはもう知ってる。ここですね。ソルートって出てくるじゃないですか。これはもう私は知ってるから、いらないですっていう場合ですね。で、ソルートって言ってエクスクルードしてやると、リバーを含むんだけど、ソルートは含まないっていう風な検索結果が返ってきて、で、上に出てた2件だけだったんですね。11件になりました。で次に、組織の項目でデータ元を RNA シークに検索したり変更したり、臓器の指定を追加すると検索結果はどう変わるでしょうかということでちょっとやってみましょうか。組織のところで今ですね実はデフォルトで検索しているのはジーンチップで発現、測定したデータの組織特異的発現だったんですね。
なので人員チップはちょっと信用ならないというあのふうに思われている方は RNA シーケンスのデータでもう一回やり直すってこともできるようになってます、まあ、そういう場合はここを切り替えるだけで OK なんですね。例えばこれで変えてみると発見になるわけですね。ちょっと違うんです。まあ測定している方法も手法も違うのであのそれぞれ発現のパターンが変わってくるんですけど、まあ、どちらがいいかはあの、まあ、それぞれご自身のご研究にもよると思うんですけど、一つ言えるのはまだ RNA シーケンスの方がサンプルがちょっと少ないんですね。で、ジーンチップの方がサンプルが多いんですけどバックグラウンドが高いっていう弱点があります、ジーンチップは。なので、まあ、その辺踏まえた上で、決めていただくのが一番いいかなと思います。バックグラウンドが高いってちょっと私説明しなかったと思うんですけど、こういうことなんですね。ジーンチップ皆さんやられてる方が、まあ、何人かいらっしゃるという方だったんですけど、これを見た時にどう解釈するかなんですね。他のデータでは、まあ、肝臓でこう出てますよね。肝臓特異的っぽいじゃないですかこの辺。だけどジーンチップについても、まあ他でも出てるけども一応肝臓がちょっとピコッと頭一つ出てるわけですよね。これをどう考えるかということなんです。これ、EST も掲示も RNA シーケンスも表示されてなかったらこれを組織特異的って判断できますかっていうところなんですね。これ比較でこうやって並列に出してるから分かることなんですけど、ジーンチップいけてないじゃんと思うか、まあ、ジーンチップはバックグラウンドが高いって私言いましたけど、なんでバックグラウンドが高いか分かりますかって考えたことあります。あのこれハイブリダイゼーションしてるじゃないですか、ジーンチップって。で RNA シーケンスはシーケンスを配列を読んでるんですよね。なのであるものはあるんですよ、ないものはないんですよね、読めないんで。だけど、ジーンチップはハイブリダイゼーションしてるのであの非特異的に結合しちゃってるのも少し出ちゃうんですよね、やっぱり。なんで多分この遺伝子わかんないですよ、僕も全然この遺伝子知らないですけど、あのおそらく肝臓で結構特異的に出てるんだと思うんですけど、他のでも出てるようになんか見えちゃうんですけど、これは多分ジーンチップの特性というかマイクロアレイ実験による特性と判断してもいいかなというふうな判断ができるというふうになってます。なのでこういう発現データなんかの見方もそうなんですけど、他と比較をしないと判断できないケースって結構あるんですね。これだけ見ててもあなんだ別に肝臓特異的じゃないじゃん、肝臓ってちょっと高いけど他でも出てるんだからなんか指きたすなジーンなんじゃないのとかっていうふうなことを言い出すとちょっとミスリードになりそうですよね、っていうようなことで他のソースを当たってみるっていうのが非常に重要なケースです。これは非常に分かりやすいですよね、っていうふうなことで発現データを比較するっていうのが非常に重要だという、そういうちょっと余談ですが話ですね。はい。であとは、必ず含むデータセットなんかもちょっとこの辺変えて、今ジーンチップと RNA シーケンスだけ含んでるんですけど、全部含んでないと私は信用できないという場合はこんな辺をしていただくと、あもうここはもう全部8件全部揃ってるみたいですね、みたいな形になってます。はい。で急いで来てしまいましたが、次最後ですね、13番、これも非常に比較をするという観点で重要なんですが、これちょっとまた一番最初に戻りまして肝臓をしましょう。そうすると肝臓の一覧が戻ってきます。それでですね、リスト機能っていうのをつけました。これ何ができるかっていうと、あの遺伝子の詳細表示っていうのがあったと思うんですけど、あの画面を3つまでなんですけど、ちょっとスペースの都合で3つまで並列に比較できるという機能なんです。なのでこれ上から3つ出てきてますけど、これをですねついちょっと比較してみましょう。でこれこの画面でこう見ていただくと、あ肝臓特異的遺伝子でなんか共通してるじゃんと、これ3つですね。これそれ以外の感想特に抱かないと思うんですけど、これをじゃあ3つ並列に並べてみたらどういうことがわかるでしょうかっていうことなんですね。どういうことがわかるもないだろうっていうふうに思われると思うんですけど、ちょっとやってみましょうか。ここのボタンを押していただくとリストに追加されます。ここですね、リストを見るという Amazon の買い物カゴみたいな感じになってます。ここちょっとあの何ていうんですかね、目次っていうかこうあのドッグイヤーをつけるみたいな感覚でメモしたいときはこの機能を使うっていうのもありです。
で追加していただくとリストを見るっていうところをクリックすると、今リストに比較対象リストに入ってますって言われてます。3つがで3つまで比較できますって書いてあるんで、ちょっとかったるいんですけど、比較するしたいものをこうしてください。3つで3つをしたらば、遺伝子を並べて表示って押してください。そうするとこういう画面が出てきます。こういう画面ですね。スクリーンショットも撮ってますけど、はい、これ今横で3つ並べてるんですね。そうするとどういうことがわかるでしょうかということで、この辺発言パターンはさっき検索結果一覧で見たものと一緒なので、まあ、そんなに感動はないんですけど、これたださっきは10分類で見てたのが、今回40分類で全部比較できるようになってます。で肝臓だと一つの臓器しか分類としてはないのであれなんですけど、他の例えば脳とかだと、脳だけでも8サンプルぐらいこう横に並んでるんで、その微妙な違いなんかも分かるわけなんですけど、まあ、それをこう見ていただいてもいいです。で極めつけはですね、この下の方なんですね、まあ、ID なんかはそんなに比較してもしょうがないんですけど、遺伝子ファミリーとか遺伝子オントロジーっていうのを横で比較をするとですね、結構面白いことが分かるんですね。機能的にはなんか肝臓特異的っていうのでくくられちゃうんですけど、どうですか、どうですかってもちょっと分かんないですよね。最初見方を教えないとね。これ実は差分が分かるようになってるんです。分かります、これ。このフィブリノーゲンアルファチェーンが持っているついている遺伝子ファミリーは一つもないんですけど、隣の遺伝子はこういうファミリー、構造のアノテーションがついてるんですけど、あと下の方行くと、バイオロジカルファンクション、生物学的な機能でいうと、こういう血液凝固に、さっき検索しましたけど、血液凝固に関係しているとか、まあ、なんかその辺ですよね、血小板とか、この辺の機能があるっていうことが知られてるんですけど、隣の遺伝子はこう、横棒が入ってるんですね。この横棒っていうのは、この機能、この GO の端末ついてませんよっていうことなんですね。ついてない情報っていうのも意外にこういう情報になるんです、これ。いわゆる一般的なデータベース、NCBI とかのデータベースを見に行っても、差分って見れないんですよね。全部これがぐしゃって上になってるんですよね。だから差を見るっていうと、本当にプリントアウトしてこう、並び替えないとわからないんですけど、例えば Excel で並べるとかしないとわかんないんですけど、これはなんと3つまでなんですが、差分がわかるようになってます。で、この差分がわかるというのが大事で、とすれば、こっから、考えられることって何でしょうっていうことなんですね。ここに書きました最後、違いは何でしょうかと、その違いからどういうことが推測できるでしょうか。これ生物学的解釈の一つの練習というか、まさにこれが生物学的解釈なんですけど、どうでしょう。まあ一番もう、まあ、誰でも簡単に言えそうなことは、それぞれ機能が違いそうだなってことですよね。この遺伝子は肝臓特異的発現3つともしてるんだけど、左のものは血液凝固とかに関係してるらしいし、こっち見てみると何でしょうね、この辺はなんかステロイドホルモンが何とかとか書いてますね。アンドロジェンのメタボリックなんか代謝に関係してるとかって書いてあるわけです。で右側見るとアキュートフェーズレスポンスだとか補体の反応とかディフェンスとかディフェンスレスポンスとかっていう風に、3つとも多分働いている機能をしているところがちょっと違うんですよね、遺伝子として。でこれも今我々は答えを知ってるので大して面白くないんですよ。肝臓特異的遺伝子って知ってるんで。でこれ逆にじゃあ皆さんが3つ何かキーになる遺伝子を追っかけてるとして、だけどあんまりこうつながりがよくわからない3つがあった時に、ここを並べてあげると意外に気づくことがあるんじゃないかなと。皆さん見落としているその論文に書かれているのとはまた違う情報がですね、わかるんじゃないのかなというふうな期待でですね、こういう機能をつけております。のであと残り15分なんですけど、ちょっと自分の研究テーマに関連するまた興味のある遺伝子について検索してみましょうということで、ちょっとやってみましょうか。
それ以外に何か質問、全体で質問があればちょっと今お受けしますけど、特に大丈夫でしょうか。で、一個一個の遺伝子でもこれだけですね、いわゆる生物学的解釈する余地ってあるんですね。で、レフェックスに載ってるデータって、そのいわゆる正常組織なんであんまり面白くないとかって、こう、がんとかないのとか言われるんですけど、がんもやりたいところで鋭意やってるんですけど、正常組織だけでもですね、結構いろんなことが考えられそうだなというのがなんとなく実感いただけたんじゃないかなというふうに思います。はい、あ、そうですね、はい、今ご指摘をいただきましたが、一部ですね、がんの、細胞株のデータなんかは結構入ってます。例えばカルシノーマとかで検索をすると、まあ、こんな感じで出てくるわけですけど、この辺ですね、バーッとこうコローンのカルシノーマのセルラインですとか、あとこっちの方に行くとヘップ G2 とかラングのキャンサーのセルラインとかっていうような形で一部入ってはいます。ただちょっと残念なことに、このファントム5のデータはですね、リスト表示でちょっと検索できないんですね。今 AE ビューアーをですね開発しているところなので、ちょっと乞うご期待というところなんですけど、今年中にはそれを実装したいなと思っています。で、あとは何でしょうね、40分類だとできなかった検索の一つで、オクト4ってあるじゃないですか、山中ファクターの一つですよ。で、オクト4はあれもあだ名でですね、本当はPAU5F1 とかっていう名前が本当のちゃんとした名前らしいですけど、それ検索すると40分類だと正常組織しか入ってなかったので、なんかこう、なんていうんですか、全部でバーッと出てるみたいな感じになるんですね。なんですけど、これこっちファントム5見ていただくと、なんかすごいんですよ。こう本当に特異的なんだなっていうのが分かると思います。もう焼け野原が続きまして、で、ここになぜか棒が立ってると。そうすると、これカルシノーマのセルラインだったり、肺性がん細胞っていうんですかね、がん細胞核っていうんですかね、とかが出てる、まあでも出てるし、あとはこっちの方でいくと、これが ES 細胞ですよね。で、こっち行くと、これ iPS なんですけど、あ、これが iPS じゃないか。これも ES ですね。こっちが iPS ですね、ごめんなさい。ニューロンに分化させる前の iPS ですけど。っていうふうに、まあ、iPS の細胞の、サンプルも入ってるので、まあ、いわゆるああいう、なんていうんですか、万能細胞系の、遺伝子なんかを検索すると、こういうところで、本当なんだなと。山中先生が言ってることは本当なんだということが、まあ、こういうバイアスのないデータでも分かるというふうになっておりますので、皆さんが追っかけてる何かそういう遺伝子あると思うんですけど、まあ、それをちょっとこういうので調べていただくと、新たな何かその着想を得るヒントになるのではないかなというふうに思います。大体 OK でしょうか。結構ちょっとレフェックスで喋ってしまいまして、時間がなくなってまいりました。はい。で、あとですね、まあ、レフェックス、これ私ども開発してまして、皆さんに紹介してしまったんですが、ちょっといけてないなと思われた場合はですね、これも他にですね、いろいろ同じようなことをやってるサービスというのがあります。で、これバイオ GPS っていうサービスが結構有名なんですけど、これマイクロアレイ限定なんですけど、遺伝子発現プロファイルのデータベースです。で、昔これよく紹介をこの講習会でもしていたんで、非常にいいサービスなんですけど、まあ、こちらを試してみるというのもありです。で、こちらもですね、実習今回スキップって書いてますけど、こんな風にレジュメ形式で書いておりますので、
ちょっと気になった方はですね、こんなんでもやってみると、まあ、こちらのデータベースの方が操作感がいいとかっていう場合もありますので、まあ、またレフェックスだけが全て正しいデータベースというわけでもないので、いろいろ他を渡ってみる、セカンドオピニオン的にですね、いろいろ調べてみるっていうのは重要なことだと思いますので、まあ、こちらもちょっと時間あって興味ある方はちょっと調べて使ってみてください。よろしいですか？大体一個一個は。一個一個のサービス。よろしいですかね。じゃあ、あとちょっと今日は、前半12時半までなので、ちょっと下準備の話だけ先にしちゃいましょう。ということで、進めます。で、一個一個はレフェックスを使ったらいいよという話をしましたが、さらに数が増えてきて、数十個、数百個、数千個の場合は、結構大変だと。レフェックスでやるの大変なので、いろんな、それ用のソフトウェアがいろいろあります。で、いろいろあるんですが、まあ、僕らが一番、まあ、お手軽で、誰でもできる系のものとして、よく紹介しているのが、このデイビットっていうサービスです。でこれちょっとマイクロアレイデータって書いてるんですけど、まあこれ NGS でも変わらないですね。いわゆるこういう大規模データの生物学的解釈に使えますということで読み替えてください。で、まあいわゆるこういう大規模データの実験をするときの、まあいわゆる一般的な目的っていうのが、何かその実験条件が与えられたときに、発現の差のある遺伝子とかっていうのがこう出てきて、手元に残る Excel のデータが残るわけなんですけど、じゃあそこからじゃあどういうことが生物学的に言えるのとかっていうのを何か意味を考えるということが一つの目的になるわけですけど、ここにそんなちょっとポンチ絵みたいなのが書いてあるんですけど、実験をしてなんか生データっていうのが出てくるわけですよね。ただこれマイクロアレイの例なんですけど、マイクロアレイのデータの場合は蛍光強度でデータを取ってるわけなんですけど、まあ、それは数字の羅列なんですよね。その数値の羅列を何かこう例えば正規化をしましたとか階層的クラスタリングをしましたとか、なんかこうね、物の方に書いてあるじゃないですか、主成分分析をしたところみたいな。でもこれっていうのはそこにバイオロジーはないんですよね。数学の計算で、いわゆる統計解析っていうのはそこに何か生物学的な意味を見出すための準備をしてるだけであって、何か出てくるわけではないんですね。で、なんかこういう分類をした後に遺伝子リストみたいなのが出てきたり、こういう分類が出てきて、じゃあそこからどういう生物学的な現象を裏付けているデータなのかっていうのを考えるのが人間の仕事なんで、まあ、ここの生物学的な解釈っていうのは絶対必要になってきますよというような絵でになってます。で、まあまあそうは言うんですけど、じゃあどうやってやるのよというところで、先ほど来出てきているジーンオントロジーっていう、その生物の語彙ですね、遺伝子の機能とかの語彙のデータをその遺伝子一個一個に割り当ててあげてですね、それがたくさん出てきたら何か意味がありそうですよね。例えば転写活性とかっていうタームがなんか異様に多く出てきたら、やっぱりなんか転写に関係してたんだこの実験はっていうのはね、非常に簡単ですよね、考えるのは。まあ簡単に言うとそういうことです。はい。で、まあ、今回これ眺めててもしょうがないので、実際にサンプルのデータを用意してあります。これ NCBI の GO っていう、皆さん使ったことありますかね、マイクロアレイデータのとか NGS データのレポジトリサイトで、ここに登録してアクセッションナンバー発行してくれないと論文最近出ませんみたいな風になってるところです。なのでこういうアレイ実験とかをしたら必ず一度は目にするだろうウェブサイトなんですけど、ここにもうすでにですね、パブリックになったデータっていうのはたくさん、もう何万種類も出ています。なのでここから私がですね、選んできてこのデータっていうのはある実験をして前後2群間2つのサンプルです。実験前と実験後のサンプルを用意して、優位に発現が減少した遺伝子のリストっていうのを作ってきました。これがマルヒ遺伝子リストです。で、右クリック、まあ、ここに書いてある通り、新しいタブで開くか、名前をつけてリンク先を保存してください。まあ、前者の方がいいですね。右クリックして新しいタブで開いて、コピペしましょうか。これを右クリックすると、こんな形で、これ皆さん見たことありますよね。さっき出てきましたけど、なんとかなんとか AT っていう、これアフィメトリクスのマイクロアレイの ID だなと、すぐお気づきになった方は、かなりピンときてますね。なんです。これがおそらく3000個ぐらい並んでるわけですね。
でこれね、この遺伝子の、あ、この数字の羅列を見てですね、あ、これは何のサンプルでこういう実験をしたサンプルだなんて分かる人が世界中に一人もおりませんので、これを使って、これとデイビッドを使ってどんなことが考えられるかっていうのをやろうというのが午後のセッションになってます。なのでこの準備だけちょっとしておいてください。でこのマル秘遺伝子リストっていうのを使ってですね、どのような実験をして得られたデータなのか、またどのように解釈できるのかっていうのを実際練習がてらやってみるということなんです。でこういうまあことってあんまり普段はやらないわけですよね。普段は皆さん実験のテーマがあって、で実験のテーマに沿った形で、ね、実験区と対象区と用意して実験するわけなんで、どんな実験をしたかわからないなんていうのはもうね、ボスに怒られる話なんですけど、まあ今回は練習ですね。そこがわからない、そこがブラックボックスになっていて、実験データだけパッと渡されたと思ってください。このデータちょっと解釈してよっていうような、なんかもともとどういうサンプルだかわかんないんだけど、ちょっとなんか意味があるリストらしいんだよねっていうのを渡された時に、どういうツールを使ってどういう考え方をすれば、まあ、ある程度正解に近いところにたどり着けるかということです。で本来は皆さんは実験の中身を知っていて、この結果を見るわけなんで、またさらに情報がリッチになってるわけなんですけど、まあ、何者かが分からなくてもある程度は分かりますよということを実演してやっていこうと思います。はい、よろしいですか。ここまで大丈夫です。皆さん遺伝子リストをゲットできましたか。よろしいですね。じゃあ午後一発目で、何時からでしたっけ。1時半、13時半から午後再開しますので、まあ、すぐ最初からもうこの実習2番を入れるようにしていきたいと思いますので、よろしくご参集ください。じゃあ一応午前中はこれで終わりになりますので、はい、お疲れ様でございました。それでですね、マル秘遺伝子リストをですね、まあ、もう一度ちょっと確認ですけど、全体をコピーしてコントロール A で多分全選択ができますので、でコントロール C するとコピーができます。テキストで落とされた方はそのままで結構ですけれども、もしコピペするという場合は全体を選択してからコピーしておいてください。それで早速、まあここに書いてある通りで、まあ何人かの方もやっていただいているような感じをお見受けしたんですが、わからない方はこの通りやっていきましょう。でデイビッドにアクセスします。そうするとこのサイトもまあ時々ですね、みんなでアクセスするとなんかちょっと結果が返ってこなかったりするんですけど、こんな感じですね。このサイト開きましたがね。であとはですね、非常に簡単で、画面左側にバーがありまして、そこにプローブ ID のリストをコピペオアファイルを選択しますとあります。左側のバーというのはですね、このスタートアナリシスところをまずクリックしていただいて、あ、これですね、ごめんなさいね、上部メニューのスタートアナリシス、ここです。でそうするとこんな感じでアップロードするバーが右側に、あ、左側にですね出てくると思いますので、コピーしてある人はここでペーストしてください。でもしくはファイルを落とされ、ダウンロードされている方はここからファイルを選択で、テキストファイルですね、シークレットリスト .txt が、まあ、どこかの場所に落ちていると思いますので、それを選択してください。そしたらば次に、この ID は 何者ですかという、何の ID ですかっていうところを指定する必要がありますので、それを選ぶとですね、デイビッドの一つの特徴なんですけど、かなりいろんな ID をそのままアップロードすることができるんですね。この業界の結構よくある話は、その ID が何の ID かがわからないとか、そもそも使える ID が少ないとか
っていうので、残念ながら使えないなみたいなケースが結構あるんですけど、デイビッドはご覧のようにですね、何種類ぐらいでしょうね、30種類ぐらいあるんですかね、使える ID が。アフィメトリックスのマイクロアレイの ID が一番上に来ていて、今回も実は、アフィメトリックスのマイクロアレイなのでそのまま変えないでいいんですけど、それ以外にマップざーっと見てみると、例えばアジレントなんていうのも、これもマイクロアレイを出してるベンダーの一つですけど、とか、あとアンサンブルっていうヨーロッパの方のデータベースの ID でもいいよとか、あとはよく使うのはジェンバンクのアクセッションですよね、ジェンバンク。あとは何でしょうね、レッセックありますね、レッセックありますね。あとは UCSC ですとか、ユニジーン、ユニプロットとかね、何かしら詳しくない方でも一つぐらいは、一つ二つは聞いたことがあるやつがあるんじゃないかと思うんですけど、もしこれをお持ちでないという場合は、変換ツールみたいのがですねありますので、実はデイビッドでも変換ができますので、ちょっと後で触れますけど、ID 変換みたいなツールもですね、統合 TV なんかでもよく紹介してますので、もし興味ある方はちょっとそちらも当たってみてください。で、ごめんなさい、続きをいきます。そうするとアフィメトリックスを選んでいただいて、3プライム IVT ってやつを選んでいただいて、はい、あ、デイビッド、あ、ちょっとですね、そういうケースはですねあります。他どうでしょう。あーっと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 、あらあれ大変ですね。ですね、私実は別の Wi-Fi で今つないでるので今快適にできているんですが、もしかしたら大学のネットワークで今みんなでやってると、そうなんですね、皆さん真面目にやっていただいている証拠なんですけど、一度にですね、同時ぐらいにバババッとアクセスすると瞬間的にそのね、アタックみたいな感じになると、しばらくこう使えませんみたいなペナルティになるケースがあってですね、でちょっとまあ、じゃあ前の私の画面でちょっとみんなで考えましょうか。で、ほとぼりが冷めた頃にちょっとやるとですね、できたりしますんで、ちょっとどうしても手元でやりたいという方はこっそりやると、お許しを得てできている場合があると思いますんで、申し訳ないんですけど、こういうことは、そうですね、まあでもそんなに困らないです。ちょっとじゃあ今日は前でやりましょう。じゃあですね、でアップロードしました、します、でこれ変えません。でリストのタイプってあるんですけど、寺院のリストなのか、それともバックグラウンドのリストなのかってことで、今回はもう対象のドンピシャそのものの寺院リストなので、こちらをやります。でちょっとデイビッドのバックグラウンドが気に入らないよという場合、これどういう場合かっていうと、結局ジーンオントロジーがどのぐらい優位に出てきてるかっていうのをこのソフトで判別してくれるので、バックグラウンドの数が例えば結構大事ですよね。100個に対して確率を求めるのと1万個に対して確率を求めるのとでは全然違ってきますよね。でデイビッドでもある程度必要十分なバックグラウンドのリストを用意してるんですけど、いやいやそれじゃ信用できないと、私が考える人のデータセットのバックグラウンドはこうあるべきだみたいなものがもしご自身であるようであれば、それをリストとしても投げて、でさらに自分の寺院のリストを投げて確率を求めるというようなことも一応できるように、まあ上級者向けなんですけどなってますんで、そういう場合にこれ使います。なので基本的には使わないで OK です。はい、でサブミットします。そうするとですね、もう本当にこれで終わりなんですね。これで終わりました。それで、アップロードしたリストは、このバーのリストマネージャーというところに入ってますよって書いてますけど、リストマネージャー、これですね。で、まあ今1個しかとりあえず入れないので、名前も特に変える必要はないんですけど、まあ何個も何個も入れるようなケースの場合はですね、ここで名前変えたりとかすることができます。で、ここで一つ答えが分かったものがありまして、ちょっと細かくて恐縮なんですが、ここに見るとですね、なんか書いてあるわけです。アラビドプシスですね。アラビドプシスって分かりますか。ちょっと医学部なんであれなんですけど恐縮なんですが、これ植物なんですね。ペンペングサっていうんですか、
白犬ナズナっていう、あの植物のモデル生物、植物モデル生物っていうんですかね、で一番メジャーなものの一つなんですけど、っていうふうに、あのデイビッドは賢くて、さっきの ID をサブミットしただけで、もうこれは白犬ナズナのサンプルですよねっていうのが教えてくれるんですね。これ人間見ても分かんないですよ。これこれのリストを見ても、あこれを見て、あ白犬ナズナだなって分かる人はそういないはずなんですけど、あの、まあ、こういうことは得意ということなんですね。なのでここから分かる情報は、一つ明らかになったことは、白犬ナズナのデータがおよそ3000個遺伝子が入ってるリストですよということが分かりました。なのでマルヒ遺伝子リストは白犬ナズナのデータだということが一つ分かりました。はい、そして解析を続けますということで、真ん中のファンクショナルアノテーションツールをクリックします。ファンクショナルアノテーションツール、これですね。もうこれを押したら答えが出てきます。でさっき言った ID のコンバージョンをやりたいという場合は、この下の方にジーン ID コンバージョンツールっていうのがありまして、これを使うとですね、簡単に例えばアフィメトリックスの ID からレフシークの ID に変えたいとか、いろんなこう相互にコンバージョンすることができるので、よくそういう用途って皆さんよくあのリクエストいただくんですけど、まあ、そんなのもデイビッドで簡単にできるようになってます。ちょっと今日はやりませんけど、これを紹介した統合 DB もあります。でファンクショナルアノテーションツールズっていうところをクリックしますと、これはあのお手元の資料にも出てきてます。 こういう絵が出てくるわけですね。あ、ごめんなさい、その1個手前ですね。いろんなですね、こういう切り口であの解析をすることができて、私ジーンオントロジーの、解析ができるよって話をしたんですけれども、それ以外にもなんかいろいろですね、こう細かくいろんなデータベースの、例えばアノテーションの比較をしたりとか、なんか文献関連から比較をしたりとか、あとパスウェイの何か比較をしたい、今日この後のケッグの話なんかもありますけど、ケッグパスウェイにマッピングしたデータなんかも実は見れる。なのでパスウェイグリグリ見たいよなんて人は、あのこちらの方がいいかもしれないです。プロテインのドメインとかインタラクションとか、あとティッシュのエクスプレッションなんかも一部見れるようになっています。まあ、なんですが、一応ジェネラルな話ということで、まあ、通り一遍の話でとりあえずジーンオントロジーをやってみたいというふうに思います。でこれがあのスクリーンショットを撮ってる画面ですね。でジーンオントロジーは先ほど申し上げたように3つ大きな柱がありますよという話をしたと思うんですけど、バイオロジカルプロセスと、セルラーコンポーネントと、モレキュラーファンクションということで、この3つの軸で解析ができるようになっています。でこれあの赤くですね、こうなってるのがあるんですけど、これが実はデイビッドおすすめのジーンオントロジーのターム集なんですね。でジーンオントロジーって結構、まあこれだけで1日いろいろ講義になるぐらいなんであれなんですけど、こう階層構造になってるとなってます。で階層構造っていうのはどういうことかっていうと、これ分かりますかね、分かんない方いらっしゃいますかね。ジーンオントロジー、あの大きな言葉から小さい言葉までこう階層になってるんですね。あのよく話をするのが、あのラーメンを表現するのにどう表現するかっていうと、ラーメンと例えば品そばと、中華そばっていうのは一緒なんですよね。ね、我々わかるわけですよ。だけどラーメンを初めて見たことも聞いたこともない人はそれが一緒だってことは分かんないんですよね。でそれ非常に細かいあのジーンオントロジー でさらに上に行くと麺類とかっていうこう大きな括りがあって、でさらに持っていくと炭水化物とかっていうこう括りがあるんですよ。まあ、それが階層ですよね。炭水化物でさらに麺類で、麺類の中のラーメンっていう、でラーメンの中にもいろいろ種類がありますよみたいな、そういうふうな形で遺伝子の機能を表現してるんです。なので実はジーンオントロジーのバイオロジカルプロセスの一番上を例えば見に行くと、どういうことかっていうと、あの炭水化物みたいなタームしかないんです。メタボリックプロセスとかすごいでかいんですよね、言葉が。レスポンスとスティミュラスとか、なんか刺激に応答する働きがありますよとか、いや そんなの分かってんだっていう、それはそうだろうみたいなタームがあるので、例えばこの上の階層だけ見ててももうよく分かんないんですね。でかといって今度細かすぎると、まあ細かくていいこともあるんですけど、今度細かすぎて、中身が分かってればいいんですけど、なんか分かるような分からないようなみたいなタームが出てくるので、まあ、そこのところをですね、あの吉名にデイビッドの方で、あのクリティカルなその
ジーンオントロジーのタームみたいのをまとめてくれていて、それが実はこの赤くなっているところなんです。なのでこれを一応使えば基本的には通り一遍のことが分かるようになってます。でこれで赤いところを押してですね、出てくるタームを見てもちょっとよく分かんないなという場合に、まあ、この辺の細かいところのジーンオントロジーを見ていくような形にするのが、まあ、一番手間じゃないかなというふうに私個人としては思います。まあ、一個ずつ見ていくのも正しいんですけど、まあ、時間との勝負というかその兼ね合いですねを考えてやっていただくというところになってます。 で今回ちょっとデイビッド見れないので、スクリーンショットを撮っといた意味があるんですけど、今ここですね、今回は GO ターム BP ファット、バイオロジカルプロセスに注目しますと。でその右のチャートをクリックするとポップアップされた結果っていうのがこの写真ですね。皆さんお手元でも見れます。同じものが出てると思います。なのでデイビッドが開かなくても大丈夫になってます。これをちょっと眺めてください。生物学的プロセスについて、ちょっとさっき午前中説明したので忘れちゃったと思うんですけど、この遺伝子のリストは何だったかということですね。そうするとここです。ある実験の前後2分間で、発現が減少した遺伝子群のリストをサブミットしたわけですよね。で一つ皆さんが分かっていることは、アラビドプシス白犬ナズナのサンプルだということです。はい、白犬ナズナの何らかの実験を、まあ、対象区と実験区と2つに分けて、で発現がガーンと変わった減少したものを投げているわけですね。そうすると発現減少したものということは、つまりここに出てくるものはその機能が著しく落ちた、まあ、ないしなくなったと思われる機能のジーンオントロジーのタームが上にエンリッチ、これエンリッチメント解析とかっていうんですけど、エンリッチしているかというのが分かるわけです。でそうするとでこの実験というのは別に専門的なものでも何でもなくてですね、皆さん必ず知っています、知ってる現象です。中学か高校の生物の授業で必ず教科書に載っていますので、すごい難しいなんか高度な実験に違いないとかっていうのはないですね。非常に誰でも知ってる現象ないし、まあ、それを利用したそれに近い実験の前後の結果になってます。で一番上に出てくるのがフォトシンセーシスって書いてあるわけですね。フォトシンセーシス何だか分かりますか？もうそのままですね、光合成ですね。光合成に関するもの、あとその下の方ですね、フォトシンセーシスライトリアクションだとか出てくるわけですね。そうすると何か光合成、光にこう応答して何か動くっていうのは、まあ、植物はよくあるっていうのは皆さん当然常識としてご存知だと思うんですけど、そのフォトシンセーシスが何か機能を失う、あるいはその機能が少なくなる、減少するみたいな実験を何かしたんじゃないかということがなんとなくわかるわけですよね。ちょっとそれを覚えておいてください。これ一つの証拠の一つですね。でじゃあさらに、セルラーコンポーネントですとかモレキュラーファンクションを見てみると、画面下の方に行くとですね、まずセルラーコンポーネントがありますけど、これも見てみます。そうすると、プラスチド、どうですか皆さん、なんか中学校高校の記憶が蘇ってきたんじゃないかと思うんですけど、プラスチドですとかクロロプラストとかね、クロロプラストとか懐かしくないですか？チラコイドとかやりましたよね。こういうものがキーワードをちょっと聞いたことあると思うんですけど、まあ、こういうものがこういう場所で発現している遺伝子が著しく少ないリストに入っているということが一つ分かりました。もう一つモレキュラーファンクションを見てみると、コファクターバインディング、なんかよく分かるような分からないような、クロロフィルバインディングか、クロロフィル、なんか聞いたことあるな、クロロフィルとかね、っていうようなタームが出てくるわけです。で、ここ、プロトコルだと、ケッグパスウェイとか見てみましょうって書いてあるんですけど、まあ、今回はとりあえずつながってないのでいいです。もうこれだけでわかるわけです。で、答え合わせ、これ押しちゃうと答えが出てくるので、ちょっと押さないでくださいね。
ということなんです。もうこれだけです、考察の材料は。もう、いや実はデイビッドもうこれポチポチ3つこれ押しただけなんですね。だから都合なんですか、コピペして4クリックか5クリックでもう結果が出るんです。こうやって3000個の遺伝子のリストの解釈が、はい、で皆さんこっちのページですね、プロトコルの方を見ていただいてちょっと考えてほしいんですけど、この講義が14時、10分までなんであと20分ちょっとあるんですけど、基本はこれがメインなんです。でこっからじゃあどういうことが考えられそうかなっていうのをちょっと考えていただくということなんです。最後デイビッドで得られた結果を踏まえて、ある実験っていうのはどのような実験だったのか考察してみてくださいということです。で分かったことは、分かっていることは、マルフィ遺伝子リストはある実験の前後2軍間で発現現象したリストですよ、生物史は、白犬ナズナですよと。でさらにバイオロジカルプロセスを見に行くと、光合成に関するものがガーンと下がっていると、優位に多いということですね。でさらにその場所なんかも、あれですね、プラスチドとかクロロプラストとかっていう場所で働いている、まあ、これはまさにね、光合成している場所ですよね。教科書的なことを言うと光合成が起こって、ね、酸素を作るみたいな、あの過程がありますよね。あの辺の話なんだな、なんていうのがなんとなく分かってくると思います。はい、ということで、まああんまり考える材料としてはそんなに多くなくて5つぐらいですね。このそれぞれジーンオントロジーの3つのこのパターンと、前後2軍間で発現が減ったっていうことと、植物のサンプルですよということから総合すると、まあ、どんなことが皆さん答えとして考えられるでしょうか。でこれ全く答え合わせのものと完全に合う必要っていうのは全くなくて、本来こういうことはやらないので、外れたからっつって別に、あ俺にはセンスがないんだとか私にはもうダメだとかっていう話ではなくて、こういう限られた少ない情報ですけど、そこからどういうふうにこう自分なりに解釈をしていくかっていう、まあそれの思考トレーニングみたいなところがありますんで、答えと合わなくても全然構わないです。ただ皆さんの中で何かしら の答えを持っておくと、じゃあ何がそれが違ってたのかっていうのを考えるまたもう一つ材料になりますんで、ちょっとあと 1分ぐらい、1、2分待ちますので、ちょっと考えてみてください。じゃあ、答え合わせをしてみましょうか。答え合わせを開いてみます。そうすると、こういうことでございましたということです。こういうサンプルだったんですね。植物細胞と細胞壁分解酵素を用いて取り除いた植物細胞。細胞壁ってね、植物細胞を持ってる、動物細胞とは違って持ってるわけなんですけど、それを取っ払っちゃったやつっていうのがあるわけです。これプロトプラストとかっていうんですけど、これをと普通の植物葉っぱの細胞を比較したっていう、そういうサンプルだったんですね。どうですか、大体当たらずとも遠からずな結果ですかね。よく皆さんおっしゃるのが、よくね、理科の実験で葉っぱにこうアルミホイル巻いて日が当たる部分と日の当たらない部分を比較したやつじゃないかとかってよく、まあ模範解答的にこう言われるんですけど、大体そういうイメージされましたかね。まあ割とそれで合ってると思います。大体そういう感じですね。で、これちょっと面白いのが、いわゆるこれ植物細胞の脱分化っていう現象なんですね。で、ディファレンシエーションっていう。で、これいわゆるあれですよ。iPS と、似たような話で、 iPS も結局ね、生体の細胞をこう脱分化させて ES 細胞みたいに戻すっていうところで、でこれが植物ではもう大昔からできるって言われてて、カルスを形成して接ぎ木ってできるんですよね。植物ポキッと折って土に植えるともう一本木が生えるじゃないですか。あれは人間ではできないですよ。腕をポキッと折ってここに植えたら腕が生えてくるかっていうと、そういうことはないわけで、だけどまあそれが一応いろいろやるとね、動物細胞でもできるよっていうのが iPS の研究のすごいところで、ノーベル賞になったわけなんですけど、まあ植物では昔からこういうことやられてて、サンプルなんかもちょろちょろあるわけなんですけど、で元のサンプルっていうのはこの GSE15515 っていう
ところで、あの NCBI の GEO からあの皆さんも自由にダウンロードすることができます。なので、これ私減った方をわざと出したんですけど、面白そうなのは増えた方だと思いませんか。減った方はあの機能を失うっていうのは脱文化の一つの定義ですよね。元あった機能を失って万能性を取り戻すっていうのが脱文化の一つ面白いところで、本当は上がった方面白そうだと思いません。上がった方に何か万能性に関わる因子が入ってるんじゃないかみたいな、オクト4みたいなものの植物版みたいなのがもしかしたらあるかもしれないみたいな。なので私あえて上がる方を出してないんですけど、あの興味のある方は上がる方をちょっと検索してみてください。あの自分でデータを作ってですね、デイビッドにやるとできるようになりますので、やってみてください。ということで、まあ、答えはこういう答えだったんですけど、この答えに至る、考え方と、皆さんが今私がこう出した出題形式の中から見出した何かその一つの考えと、どのぐらいどう違ってたか、どう考えるとこういうデータをそういうふうに見れるのかっていうところを考えるのが、一つ生物学的解釈をするなんていうんですかね、思考の仕方というか、あの練習になったんじゃないかなというふうに思います。で、あとはやっぱりもう実践なんですね。実習さんは最後残り15分ありますけど、あのもうフリーみたいな形でやってみたいと思います。で、これまで学んだことを踏まえてですね、発言データの結果を生物学的に解釈をするということで、実践的にやりましょうということで、で今回も正解っていうのはないです。あの用意してませんし、あの正解はそれぞれあるんですね。なのでこれまさにですね、あの生物学的解釈に限らないかもしれないですけど、結局まあ研究ってこうね、情報分析力とそこから何を想像するかっていう想像力の戦いだと思うんですけど、まあそういうことなんですね。で、まあやっぱり実践をやらないとなかなかその力もつかないということなんで、あのもう数やるのが一つ近道かなというふうに私個人的には思います。で、ご自身のその遺伝子リストをお持ちの方はそれを使ってデイビッドに投げてみるとか、デイビッド以外にいろいろ紹介してますけど違うツールに投げてみるとかっていうのでやってみてください。もしお持ちじゃないという方も半分ぐらいいらっしゃったので、一応サンプルセットを用意しております。で、これ、GSE の28619っていうサンプルで、これあの皆さん医学部の方向けというかになってて、あの健常者のサンプルと、あのアルコール性の肝炎の患者のサンプルの単純な二群比較のデータっていうのがあります。で、これを発現差のあった遺伝子のリストっていうのをまた作ってですねおります。で、健常者の方で発現が高かったやつっていうのがこのコントロールの方で、肝炎の方で高かったのが、こちらの AH っていう方になってます。で、この遺伝子のリストの作り方っていうのもこのアジャックスお茶の水で実はやってますので、いやこのリストが作りたいんだっていう方もいらっしゃると思うんで、その方はですね、ぜひこのアジャックスの回をちょっと一度見ていただいて、あの読み替えていただければ誰でもできるようになってますので挑戦してみてください。で、これも例によってですね、クリックするとこんな感じで開きまして、また同様に ID の羅列がですねこんな感じで出てまいりますので、またこれコピペしていくとですね、でデイビッドに投げてみようとか、であとはですね、まあ、デイビッド言ってもそんなによくわかんないよっていうケースがやっぱり多々出てくるわけですね。あのジーンオントロジーが万能かっていうとそうでもなくてですね、意外に偏りが、タームの偏りがあるっていうのが結構言われていて、 あんまりパキッとこう、先ほどの植物のデータは非常にきれいにこう出たわけなんですけど、先ほど単純にこう出ない場合が多々あります。で、特にその医学とか薬学向けのタームっていうのはちょっと少ないっていうのが言われていて、そうするとちょっとね、皆さん医学部でこういう人のサンプルとかよく使われると思うんで、ちょっと片手打ちだなみたいな感じられる方がいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、そういう場合にですね、ちょっと他にいろいろありまして、こういう医学薬学分野に特化したデータベースを解析対象にして、いわゆるこういうエンリッチメント解析ができるジーンセット DB っていうのがありまして、でこれ使ってみるっていうのが一つ、まあ、セカンドオピニオンでいいと思います。ので、まあ、こんな風な方法ですね。ここにリスト投げてインプットのタイプがアフィメトリクスの U133 のプラス2ですよとか、まあ、適当にこうやってですね、まあ、FDR の値を
何でもいいんですけど、やってみるとかっていうのもありです。ちょっと今裏で動かしてますけど、これ統合 TV でも実は解析、解析方法を一応解説をしています。でこっち2分50秒からがエンリッチメント解析がすぐ見れるようなリンクになってますので、まあ、ちょっと今手元でやらなくてもどんな感じかななんていうのはこれで見ることができます。それで、まあ、一応一つの答えとしてあるのはこのデータを GSE の28619を使ったデータ論文っていうのがありまして、このリンク先に貼りましたけど、こういう論文が出てます。このデータを使取った人たちが論文にした論文なんですけど、でだから一つの答えとしてはこういう結論が出せますよと。この論文で得られたような、 なんか TNF のスーパーファミリーのレセプターが何か、アルコール性の肝炎の治療に効くよ、治療のターゲットになる可能性があるみたいな結論を、まあ、これタイトル読んだだけですけど多分得たんでしょうね。っていうことはこれ一つの答え、彼らが出した答えなわけです。なので、まあ、同じようにですね、デイビッドなりジーンセット DB なりで解析をしたときに似たような結論が得られるのか、果たしてそうじゃないのか、もしくはですね、全然違う切り口、もしくは皆さんのそのバックグラウンドを生かしてこのデータを見たときにですね、まあ、なんかこの元の論文の著者の人たちが見逃している可能性がありそうな新たな、いわゆる着眼点ですとか新たな着想みたいなのが得られたら、まあ、儲けもんですよね。まあ、ちょっと必ずしも皆さんがそのね、肝炎の専門家の先生じゃない可能性はもちろんあるんですけど、そういうことなんです。すでに論文が出ているからつっても、いわゆる公共データ別にもうただのね、何ですか、出がらしのお茶じゃなくてですね、実は切り口を変えてみると意外なところに宝の山があってみたいな話はよく我々はよくしてるんですけど、よくやるのは自分の実験のマイクロアレのデータとあとちょっと近い、例えば何でしょうね、ES 細胞の研究をされてるとしたら、違う例えば iPS のデータと比較をするなんて、まあ、よくやられてると思うんですけど、まあ、そういう感じでちょっと自分で実験するわけにいかないんだけど、ちょっとなんだ、公共データがあるならちょっと見ておきたいなみたいなデータがあった時に、自分のデータプラス公共データで何か新しい知見なり、そこから何か仮説を考えるみたいな材料になると思いますので、まあ、そんなような用途で、例えばこれから発現データの生物学的解釈をするご自身のデータをお持ちの方もいいですけど、持ってない場合は公共データを使って実際に自分のご研究のテーマに近いデータをですね、探してみる、で自分で解析をしてみるっていうと、意外にですね、論文を読んでいるより意外にこんなことが言えるんじゃないかみたいなのが見えてくるというふうに思います。はい、で残りちょっと8分しかないんで、皆さんお手元でちょっとデイビッドはできないんですけど、ジーンセット DB どうでしょう、できてますかね。あ、さっき投げたやつがこんな感じで返ってきてるわけなんですけど、私もですね、無責任なことにあんまりこのアルコール性肝炎だとか肝臓の専門家でも何でもないので、この結果が果たして非常にリーズナブルなのかどうなのかっていうのがいまいちわからないところはあるんですけど、どうでしょうね。デキサメタゾンとか書いてますね。ミトコンドリアルマトリックスとか、この辺はまさに GO は普通に GO でデイビッドでも出てくるやつなんですけど、それ以外にこうディジーズのデータベースとかっていうのがあって、これ何なんですかね、なんかよくわかんないですね。あとこうドラッグのデータベースで、多分作用基準にその遺伝子があるようなものがこう出てきてるんだと思うんですけど、私が投げたのは健常なサンプル、あれですよね、健常者の方で高いっていうやつなんで、アルコール性肝炎になると発現が下がるようなやつが今検索対象になってるんですけど、そうするとこういうものが出てくるわけですね。この辺のやっぱりドラッグとかはデイビッドに載ってないので、
この GenSetDB でしか今のところ検索ができないようだと思うんですけど、まあ、こういうものが出てきます。でここを切り替えるとソートされるので、名前順とかに、あ、うわこんな感じになりますね。あと、ソースのデータベースはこういうのですよとか、あと遺伝子の数で並べるとか、っていうこともできます。もともとは多分 FDR っていうあの統計解析の優位性の低い順に高い順に並んでると思うんですけど、そうですね。なんですけど、まあ、数が多いやつを見たいと、まあ、数が多くてやっぱり FDR も低いんですかね、まあ、数が遺伝子が少ない順に並べてみるところから、出てきます。はい、ということで、まあ、あの植物のサンプルとまたちょっと違う人のこういう疾患のサンプルなんですけど、まあ、こちらの方が皆さんはよくどうでしょう、比較対象になりうるようなデータなのかもしれないですけど、まあ、これをですね、あのまさに皆さんのお持ちのデータですとかお持ちのデータに近いものに読み替えていただいてやってみていただくというのが一つ、もうまさにご自身の研究の進展につながるのかなというふうに思います。あと、まあ、まとまってるようなまとまってないようなこのまとめなんですけど、まあ、一応つまみ食い的ではあるんですけど、一通りの、まあ、大体こういう感じで大規模発現データについて、まあ、解析する方法、解釈する方法というかね、まあ、道具としてはこういうものがありますよということを今日学べたのではないかなと思います。で、まあ、あくまでこういうのって道具なので、あのやっぱりね、使い方が分かるだけじゃダメで、結局最後はそれを使ってどう料理するかと、料理して想像して次につなげていくかみたいなところの勝負になるんだろうなというふうに思います。でぜひですね、ちょっと今日最後までフォローできてないところがちょっと心苦しいんですが、あのご自身のデータなり自身の研究に関連するデータなんかを、まあ、生物学的解釈、まあ普段からされてると思うんですけど、まあ、あのさらにですね、まあ、今回あのここに来ていただいて、何かやっぱりね、得るものがないとこの1日2日ありますから結構大変なんで、まあ一つでもその、あ、来てよかったなと思っていただければ我々としては非常に嬉しいところです。ということで、じゃああとはもう、まあ、実践あるのみということなので、あのそうですね、ちょっと私今日これで帰っちゃうんですけど、まだあの講習は続きますし、あのスタッフもいますので、まあいろいろご自身のデータの解析とかなんかでも悩まれてるとか、こういう場合どうしたらいいんだろうなんていうのが結構、先ほどもちょっとご質問いただいたんですけど、あの分かる人間がいますので、あのぜひですね、今日は明日短い時間ではあるんですけど、あの聞いていただければなというふうに思います。あとどうでしょう、全体に何か質問というかありますか。よろしいですかね。ちょっと最後のね、実習さんがいい加減な感じになっちゃいましたけど、本当はここをがっつりやって皆さんでこう結果のディスカッションができるみたいなところだと本当はいいんですけど、はい、まああのラボの中でなんか一緒にこうあのテーマをこう論文セミナーをやるみたいにですね、このデータを解釈してみようみたいなのもちょっと面白いのかな、なんていうふうにちょっと個人的には思います。よろしいですかね。大体そんな感じで、はい。それではじゃあ、生物学的解釈の会はこれで終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。